影と形。漢文8年11月、里見十左衛門、病死。回はそう読みながら、書いてある文字をぼんやり見守った。それは彼自身の書いた日記で、漫字の大変以来、家中に起こった出来事や自分で経験し、また見聞きしたことが記してある。回は3日前から、 その日記の整理にかかっていた。机の上の硯箱には、黒と赤と二つの硯があり、彼は読むに従って、無用と思える記事を消し、必要な項目には、主筆で中を加えるのであった。こんなことをしても無駄だ。海は、幾度かそう思った。こんなことをしても、 何かの役に立つとは考えられない。けれども、あったことの事実を確かめておく必要はあろう。万事のことから十年余り経っただけで、もう事実が歪められ、曖昧になった例も多い。形あるものが、遠ざかれば影は歪み、そしておぼろになり、消えてしまう。そうだ。事実を伝えることは無駄ではない。会は 日記を読み続けた。同じ年九月、江戸屋敷消防、また渡様ご次男、行部宗貞殿をもって、小野の伊藤家を再興された。元高二千六百七十国のところ、改めて千八十五国となる。古、新左衛門の養子氏うねめは、まだ柴田劇に預けられて止め氷にいた。 そして、アクルトの7月に、そこで病死したのだ、と、海は思った。同じく9年1月、奥山大学が、仙台で幕府の国目付、地元平左衛門、水野余左衛門に、覚書を差し出した。しかし、両目付は、これを拒んで受け取らなかった。大学はその前、自分に交渉しようとしたし、自分が面会を下げると、 船岡かいへ行って母に訴えた。彼の素顔は、漢文三年この方、自分の意志で国老を辞任したのに、罪あって押し込められたというように届けられたそうである。この点を講義において救命してもらいたい。そしてまた、伊達家中の悪性を抗議のご意向によって一掃してもらいたい、ということであった。と、海は思った。 会は主筆を取って、宙を加えた。大学は今年、漢文十一年になって、また幕府国目付に面会を求め、かつて千本、水野両目付に拒まれた訴状を差し出した。この度の国目付は、内藤慎五郎、牧野和馬で、訴状を受け取って読んだ。これは幕府老中からマイヤ様に、 出布の通達があったことと関連しており、すなわち、老中が伊達家の内紛に手をつける機会の一を成したのである。同じ九年の三月、兵部宗勝様ご聖母、保証院様が一の席において亡くなられた。そう読んでから、会はその項目を墨で消した。次の二つの記事も消し、そうして読み続けた。 同じ年十二月、亀潮君元服。九日辰の国途上。兵部様、右京様の両貢献。並びに一の神様、炎州様お供。黒書院にて将軍家に越を賜う。列座は、伊家門の神、堺歌の神、安倍文語の神、稲葉美濃の神、久世山戸の神、土屋田島の神の諸行であった。 亀千代君は十一歳。その時、将軍家から綱の字を賜って綱本と名乗り、十死の下、左近の絵権の少将に任じられ、六の神を兼ねることを許された。そしてこの時、隠居の綱宗様は、改めて、若さの神と呼ばれることになったのだ、と、海は思った。献上の品は金の、金長の立ち。 馬台黄金五十枚、綿二百羽、そして配慮したのは新東郷国光であった。十二月十五日に柴田劇、片倉小十郎、津田玄原が登場。それぞれ、太ち、銀馬台、自腹を献上し、白書院にて将軍に越した。会はこの記事を消し、次々と三項目を消した。 十年二月、国老として、自分、古内島、目付役、今村禅太夫、氷神右衛門、横山八字衛門、荒井三郎衛門ら寄り合い、子、里美十三衛門の跡目について相談した。この相談は、と、会は主筆で、中を入れた。同年三月、十月の三回にわたって行われた。 一の関は取り潰しを主張し、岩沼は旧のままと言い,い、自分は藩地にて加盟を立てよう、という意見を述べたが、今に至ってもまだ決定していない。同じ年十月、森は大蔵が必足の処分になった。番頭役を召し話し、ところがえである。また、山崎平太財門も氷奉行の役を召し話し、 必足の処分を受けた。会はまた、主筆を取った。山崎はかつて、矢崎トネリが身を寄せていた。自分は危ないと見て、トネリを江戸へやったが、自分の義務は当たったのである。矢崎の妻は、枠屋様の外いとこで、一の席に睨まれていることが分かったからであった。同じ年十二月。 岩沼様のご子息、修理宗長様が、右京大勇に任ぜられ、右京様は、沖の神となられた。自分は十月末に出布したのだ、と、海は思った。そして今年、漢文十一年正月には、奥山大学が、幕府国目付に対して、再度の訴状を提出した。大学は、宇和島の遠州様にも、 無実の訴えを出したという。今年正月、幕府に召された柴田劇から、枠屋の秋様に対して、出府すべしという内名が伝えられた。秋様は、在所で門出の主演を催し、なお、母大書の遠藤寺に赤水和尚を訪ね、法名をうたということである。この時仙台では、と、会は宙を入れた。 家臣の小畑玄七郎と八代五郎左衛門が幕府国目付に訴状を出した。署名は六の神か中史ともとあったそうで、またこれとは別に、飯淵三郎右衛門、大河内三郎右衛門ら五人が申し合わせ、国目付が江戸へ起任する途中、伊達氷の宿で面会を求めて訴状を提出した。会は主筆を置いた。 まるで、蜂の巣をつついたようなものだ。と、彼は呟いた。何の統一も秩序もなく、我が我がと自説を固執し、お家のためと言いながら自分の意志を押し通そうとする。一の関や堺井港の思う壺にはまった。これで前立ては整った。一の関は哀れだが、堺井港はさぞ満足なことだろう。海はまた、 日記に目を戻した。同じく、2月15日、枠屋様乗着、麻布屋敷へ入られた。家老の渡りクランドを使者に、両貢献へ到着の挨拶をし、また、陸の神様に献上品があった。献上の品の披露には、自分が当たったのだ、と、斐は思った。枠屋は、 旅の書籠を申し上げて、御殿へ至考しなかったが、これは一ノ関が密かに手を回して、毒害の計画を立てている、という密告があったからで、そのため、両貢見の屋敷へすら行かず、使者をもって挨拶し、自分は麻布屋敷にこもったまま、まだ一歩も外へ出ずにいるのである。会はそう中をして、読み進んだ。 同じく十五日、津奈宗様から枠屋へ、密かに書状が使わされた、ということが分かった。十三日のことだという。同じく十六日、幕府申し継ぎの大井新江門から使者があって、枠屋様は初めて麻布王で、大井方へ出頭された。そこにはやはり、申し継ぎの島田出雲、新たに申し継ぎとなった。 妻木きひこえもが同席して、対談、一時に及んだという。この日から、席が切って落とされたのだ、と、会は思った。秋様は、自作会の争いを、地裁に述べられた。それで午後七時に、三人の申し継ぎから自分に死者があり、死が、浜田、今村、横山ら四人を、 地作見聞の責任者として出頭させよとの向上により、えず、覚書を持たせて、四人を大井方へ使わした。では、堺論だけにとどめるのかそう思っていると、夜になって、秋様から密使があり、堺論とは別に、藩内仕置きの件を取り上げてくれる模様である。まことに本会なり、もはや、 面談の折はないだろう、という意味を伝えられた。同じく二十七日、秋様は、妻木彦彦衛門方へ出頭し、藩内潮木の件で、六の神おため筋に関する覚書を差し出された。大井新江門は異議を唱えたが、島田出雲が受理したという。翌日、三人の申し継ぎは途上して、 老中酒井港、稲葉港、土屋港、板倉港銅座の上、枠屋様覚書を披露したよしである。と、海は手筆を入れた。3月1日、京へ使わした村山騎兵はまだ帰らず、音信もない。時は刻々と切迫しているのに、間に合わぬであろうか。海は、その記事を消した。3月4日、 枠屋様は、板倉公に呼ばれて、滝の口の屋敷へ出頭した。今月は、板倉公が、老中の月番であるが、土屋田島の神が同席、人払いの上、枠屋様の申し立てを聞いたという。これは、枠屋からの使いで知ったことだ、と、海は思った。秋は、一の席の悪性について詳細に申し述べ、 過酷な財下に処された者の名簿も提出したということだ。会は筆を置いた。机の脇へ寄せてある安闘の火がはためき、かすかに油の焦げる音が聞こえる。会は手を伸ばして、油皿へ油を注ぎ、闘身の具合を直した。同じく3月7日、自分と柴田劇は、 呼ばれて板倉邸へ行った。柴田と自分とは別々に関門されたが、自分に対する質問は極めて冷たく、かつ辛辣であった。退出するとき、老中との対談は多言を禁ずる、と念を押された。劇に対しては丁調であって、質問も少なく、伊て家が安泰であるように、計らうつもりである。 漏らしたそうであった。日記はそこで終わっていた。会は静かに筆を置いた。机に両の肘をつき、両手の指でそっと目を押さえながら、彼は深いため息をついた。九月からのことはまだ書いてない、と彼は呟いた。九日には三人の申し継ぎから老中の命で、 古内島を出府させるようにと言ってき、すぐに仙台へ休止をやった。岩沼様はずっと一ノ関と会っていない。一ノ関に対する悪評が高まったのも原因の一つであろうが、沖の神に対しても一ノ関で毒害の陰謀があるという密告がしきりで、そのために面会を避けているのだと伝えられている。 また、一ノ関では、枠屋様が老中に政治問題を持ち出したのは、奥様の尻押しによるものだ、と怒っておられたようだ。こうつぶやいて、海は目を押さえていた手を離した。政治問題が出ることを、一ノ関は考えなかったのだろうか。単に会論のことだけで、老中が取り上げるとでも思ったのだろうか。 堺公と一ノ関との往来も、ここしばらく途絶えているらしい。おそらく、堺忠清にとっては、もはや一ノ関は、無用な存在になったのだろう。兵部将棋宗勝は、間もなく悟るに違いない。自分がどういう役を務めたか、掴んだと信じていた形あるものが、単なる、影に過ぎなかったということを、悟るだろう。俺は、 最後の戦いに当面している。と、海は呟いた。切り札は、堺港と一ノ関との密約だ。しかし、それを生かすには、京中からの助けが欲しい。上皇、上皇でなくとも、宝春門院様のご助言だけでもいい。それが今、だて六十二万石の力綱だ。海はそう呟きながら、上皇の、 ご性格の弱さを考えていた。それは初めから恐れていたことなのだ。上皇は生命にはおわすがご気性が弱かった。御年十八歳で戦争されたが、ご在位中、再位教授が多く起こり、それは近所にご遺徳が欠けているためである、という噂が立つと、即位されてからわずか七年目にご退位。 上皇となられた。京わらべの根もなき噂にさえ、耐えられないようなご希少では、幕府に圧力をかけるような助言を請う、などということは不可能かもしれない。だが、少なくとも、宝春門医様は、と、言いかけて、会はかなり長いこと黙っていたが、やがて目を上げ、部屋の向こうの暗い一点を見つめながら、 そっと自分にうなずいた。そうだ。待つことはない。直接の助言があるなしにかかわらず、今日へ訴えた。という事実だけでも役に立つ。騎兵の帰りを待つまでもなく、事態の動きによっては、一当て当てることにしよう。一当て。酒井か、板倉か。まもなく、海は机の上を片付けて立った。 顔を洗って寝ようと思い、ふすまを開けると、次の間にナルセ、なるせ九馬がいた。明かりのない部屋の暗がりに探査しており、海を見ると手をついて、ご用でございますかと言った。どうしたのだと、海は咎めた。もう夜半すぎだというのに、何をしている九馬は黙って、平服した。とのいはならぬと言ってある。 誰かに申し付けられたのかと、カは聞いた。誰に申し付けられた、総左衛門か一存でございます。と、九馬が答えた。九馬も世表に、くらまされているのだ。と、カは思った。家中に自分を狙っているものがある。そういう噂は、正月頃から聞いていた。原田では、 前から都の居を禁じてきたが、その噂が広まると、家老の堀内総左衛門が、密かに都の居番を設けようとした。会はすぐに気づいて、そんな必要はない、と、固く申し付けたのであった。キューマは、かつて一の席に内通していた。それが今は、金を破ってまで、自分を守ろうとする、おかしなものだ。 カイは思った。無用と申したことはするな。と、カイは優しく言った。もう下がって寝るがいいぞ。はい。と、キューマは抵当した。三月十七日、カイは、朝粥の斐を催し、六人を招待した。しかし、来たのは八や六左衛門だけで。 他の五人は、御用のため、という理由で断った。六左衛門も、落ち着かない様子で、逆付きには手を出さず、半時そこそこで、帰って行った。渡部金兵衛が、晩秋ですが、と、帰る時に、六左衛門が言った。一関様から、帰国を延ばすようにという沙汰があったそうで、ご存知でございますか いや、知りません。と、海は言った。江戸版はご家宝ですから、晩明になった者を帰国させないということは、よほどの理由がない限り、違法になると思いますが。金兵衛は、一ノ関の手のものである。枠屋の訴訟が片付くまでは、一人でも多く、手のものを身近に置きたいのであろう。海はそう思ったが、色にも出さなかった。 さて、それは、と、海は穏やかに言った。都合によって我々も、江戸版や晩脇の伸びる例は少なくありませんからね。ご老職は格別でございましょう。そうでしょうか。と言って、海は微笑した。いずれにせよ、マイア殿にご意見があるでしょう。六左衛門が立ち去るとき、その顔に、 不審そうな表情が現れるのを、カイは認めた。六左衛門もまた、金兵衛が、一ノ関の手のものだということを知っているのだ。従って、カイの意見が、一ノ関の不当を、かばっているように聞こえたのであろう。つまらぬことだ。金兵衛の財不在など、全く問題ではない。大事は、歌の神たらきよの、 胸三寸にかかっている。たらきよの胸三寸を打破するという以外にもはや大事を救う道はないのだ、とカイは思った。柴田劇も関心はなかったのだろう。一の関の要求通り、金兵衛の帰国は延期されることになった。それから中三日を置いて三月二十一日に仙台から 古内島が出布してきた。その日は、陸奥の神に目見えをせず、柴田劇と二人だけで進行まで密談した。翌日、島は板倉邸へ出頭し、内前の神の質問に答えた。同席したのは、やはり土屋丹波の神で、質問は劇に対するものとほぼ同じだった。これらのことは、その夜、 島の口から聞いたのである。島は夜になってから密かに会を訪ねてき、一時以上にわたって話を交わした。島は四十一歳になる。漢文六年に国老となってからすでに五年余日経っているが、これまで会とはあまり親しい付き合いはなかった。にもかかわらずその世の島は、 態度から言葉つきまで変わっていたし、話しぶりも直祭で熱がこもっていた。彼は出府するまでの仙台の情勢を語り、柴田劇との密談の内容から板倉邸での問答の司祭を語った。今度も同席は土屋港か。海は話を聞きながらそう思った。久世港はどうしたのだ どうしてクゼコは出ないのか伊達家の問題には、いつも関心を示してきた山との神が、今度は関門の席に一度も姿を見せない。どうしてだと、カイは心の中で問いかけた。私の申すことはこれだけです。と、島は語り終わってから言った。そこで、改めて、伺いたいことがあるのですが、 海は島を見た。今申した通り、国元でも江戸でも船岡殿を非難する声が強い。と、島は続けていった。これはかなり以前からのことで、特に赤字の争いと伊藤一族の過酷な処罰があってからは、その声が強くなるばかりであり、それはご承知のことと思います。海はそっと目礼した。 一体これは、どういうことなのですか島は、潜めた声に力を込めた。この度、老中に呼ばれて出府する直前までは、私自身も、非難の声が誤りであるとは思いませんでした。しかし、今はそうではない。船岡殿に対する非難が無根であり、的外れだということが推察できるのです。 その話はよしましょう。いや、よしません。マイど殿までが誤解しているのを知りながら、あなたは自分の立場を少しも釈明なさろうとしない。これはどういうわけなのですかカイはゆっくりと答えた。私には釈明しなければならぬようなことがあろうとは思いません。船岡殿、この話はやめにしていただきましょう。 会は柔和に遮った。およそ侍というものは、自分のしたことについて、弁解や釈明はしないものだと聞いています。仮に私が誤解され、非難されているとすれば、それは私のご方向が未熟だということで、これはもう弁明の余地のないところだと思います。では、申しますが、私は出布する前に、 松山殿と会いました。森はモンド殿が訪ねて来られ、船岡殿が非常に困難な立場におられること、一命をかけての大事を一人で追われているということを打ち明けてくれたのです。モンド殿はお若いから、と、会は微笑した。寮の方に刻んだようなしわが寄り、唇の間からわずかに白い歯が覗いた。 私のつまらぬ意見を勘違いして聞かれたのでしょう。私は亡き巣うと親しかったので、侍の方向は皆一命をとするものだということを年役として話したまでのことです。島は唇を噛み、やや怒りのこもった目で海を見た。原田のは私を信ずるに足らぬと思っているのですね。海は穏やかに、 島を見返した。こなたはいかがですかそう聞いてみたかった。島は自ら、森はモンドの話を聞くまで、誤解に基づく避難を不信とは思わなかった、と言った。では、モンドの話を聞かないとしたらどうだ、と、海は心の中で問いかけた。もちろん、彼はそんな様子は毛振りにも見せず、穏やかな、 なだめるような調子で言った。そういうお言葉には、当惑するばかりですが、私が非難されているとすれば、それは私自身の責任で、信ずるにせよ、信ぜぬにせよ、古内殿のご心配に預かることではございません。ご意はありがたいが、どうぞ、お捨ておきください。島はしばらく黙っていて、やがて、気抜けのしたようにいた。 私にできることがあるなら、いくらかでも、お力になりたいと思ったのだが。それではやむを得ません。念のために、一つだけ、お耳に入れておきます。会は、わずかに一遊した。板倉校の口ぶりでは、と、島は低い声で言った。この二十五日か六日に、老中表情が行われるであろう。 ということでした。板倉校が月番老中だということをお忘れなきように。そして島は別れを告げた。帰兵の帰りは待てない、と、海は思った。月番老中が言ったとすれば、老中表情が25日か6日に行われる、ということは、 間違いないだろう。その前に何か手を打たなければならない。と、カは思った。新所に入ってからも、なかなか眠ることができず、手を打つべき相手と、その工場について考え続けた。そうして、やがてまどろんだかと思う自分に、呼び起こす声を聞いて、カは目を覚ました。薄間の向こうの声は、堀内総左衛門であった。 海は沖縄おりながら、入れと言った。創在門は襖を開けて、村山騎兵が戻りましたと言った。青、これへよこせ。と、海は言った。今何度きごるだ。七つ本でございます。よし、騎兵をよこせ。創在門は出て行った。海は、地獄の立っているのに驚いた。 ほんのちょっと、まどろんだばかりと思ったのに、外はもう、夜が明けていたのである。疲れているのだ。気力が衰えているのだ。そう思いながら、カイは両手で顔をこすった。騎兵はすぐに来た。旅装ではなく、つねぎに袴をつけ、さがやきも、ひげも剃っていた。挨拶はいい。と、カイは、ヤグの上に座ったままでいた。 まず、要件を聞こう。不守備でございました。と言って、騎兵は頭を垂れた。そうか。と、会は頷いた。今日では、十二日滞在いたし、毎日、院の別棟へ、懇願に通った上、ようやく門院様にお目通りが叶い、御所上を差し上げた上、仰せつけの通り、お願い申したのですが。 奇兵は一層低く、神戸を垂れた。近中では、先頃から御領、御両、皇室予算、について、幕府と交渉している折でもあり、かように機微な問題には触れたくない、との、仰せでございました。会は口を引き結び、長いこと、心と沈黙した。それは、ことが不守備に終わったことを残念に思うのではなく、 事実をはっきりと自分の胸にたたび込もうとするように見えた。わかった。ご苦労であった。と、やがて会は目を上げていった。さぞ疲れたであろう。こちらへいつ着いた。気兵は初めて両手をついた。せっかく押せつけられながら、お役に立たず、誠に申し訳がございません。 お前に責任はない。そのことは忘れろ。と、海外行った。ご助言は欲しかったが、実際にあたって、どれほど役立つという目安はなかった。拒まれた方が、かえって思い切りがついてよかったかもしれない。ただこのことは、決して他に漏れないようにしてくれ。騎兵は、懐紙で、顔を拭った。 江戸へ着いたのは、いつだと、海が聞いた。昨夜遅く、品川へ着きました。と、騎兵が答えた。品川で宿を取り、今朝は未明に起きて、本邸へ戻りましたところ、通用口が開いておりました。うん。枠屋様の出府で多様だから、門の通行は、平常より時刻が伸びているのだ。と、海が言った。旅戻りにしては、 海は微笑しながら、騎兵を見た。大をさっぱりとしているようだな。あまりむさ苦しゅうございますので、宿でカミソリを当てて参りました。下がって休め。と、海が言った。疲れの取れるまで、保養するがいい。それから、総在門に来いと言ってくれ。騎兵は出て行き、まもなく総在門が来た。海は、 カリへ使いをやれ、急ぐぞ、と言って、要件を告げ、総左衛門が去ると、立ち上がってネマから出た。日本橋からカリア・シが来たとき、カは出資していたので、シ助は総左衛門としばらく話した後、持ってきた箱包みを置いて帰った。二人の話は、老中表情について、世間の噂が、 会に不利であること。秋と海とが対立していて、老中はじめ大名諸行までが秋の立場を擁護し、海を一の関の与党として非難していること。この表情を果たして海が無事に切り抜けられるかどうか、ということなどであった。堀内様のお考えはいかがですかと、新助は繰り返し聞いた。 取り返しのつかぬようなことになる恐れはございませんか総在門には返事のしようがなかった。彼はこれまで会のしてきたこと、これから何をしようとするかということを知っていた。しかしそれは極秘であって、枠屋となき松山、その子モンのの他には、この原だけでも側近の数人しか知ってはいない。外部では、 シ助が最も古くから信頼されているが、問題の焦点が家中の紛争ではなく、大半取り潰しを策謀している酒井忠清との対決にあるので、その事情を語ることは絶対に許されなかった。いかなる真実も人の口に伝われば必ず歪められてしまう。カイは常にそれを戒めてきた。 大半取りつぶしの策は、亡き松平信綱から酒井忠清が受け継いだものと会は見ている。だが、策謀が忠清一人の胸にあるのか、または閣僚全体が承認しているものか、という点は全く推察がつかない。したがって、この事情が漏れた場合、内外にどんな騒ぎが起こるかもわからないし、その騒ぎが、 どういう形で現れるにせよ。その結果が幕府を利することは明らかであった。つい先頃のことですが、と、シンは言った。ユ島のことはくれぐれも頼む、と、おっしゃいました。前にも二度ばかり、そうおっしゃったことがあります。私には、実の妹と名ですから、仰せがなくとも、 捨ててはおきません。けれども、同じことを二度繰り返しておっしゃるなどという試しは、これまでの午前には決してなかったことです。それが私には何より気がかりなのです。私にもどう答えてよいかわからない、と総左衛門は言った。おそばにいながら何のお役に立つこともできず、ただご無事であるようにと、 祈る他はないのだ。もし私で叶うことなら、どんなことでもお受け申します。と、帰る時に、シ助は言った。どうぞ御前へ、お申し付けを待っております。と、申し上げてください。総左衛門は、黙って辞儀を返した。くさび。 会はその日の午後七時頃、西丸下にある久世山戸の神の屋敷へ行き、安島和江と名乗って山戸の神に面会を求めた。取り次ぎの者が二人まで変わり、玄関でまた中年の侍が応対に出た。道中を務める諸行では、不意の訪問客もさしてまれではない。 その侍も、疑うというより念を押すように、こちらの身分と要件を聞いた。ポルトガルと申す国の珍しい酒が手に入りましたので、と、会は陰銀に答えた。山和の神様に召し上がっていただきたく、案内なしに参上をつかまつりました。身分は浪人。湯島辺りに住む、十島とお取り次ぎくだされば、 ご存知のはずでございます。その侍は奥へ去った。山和の神はその名を覚えているはずだ。かつて境邸で一緒になったとき、歌の神がその名を出し、手厳しく会に当たった。杯を投げつけるという乱暴を目の前で見ていたから、安島和江と、 原田海を結びつけて思い出すのは、ごく単純なことだと思った。果たして、戻ってきた侍は態度も低調になり、海を奥へ案内した。接待でほんのわずか待つ間に、海は持ってきた包みを解いて、霧の箱を二つ底へ出した。大きい方は五寸角に長さ一尺余り、小さい方は七寸角で、 深さ五寸ほどあった。まもなく四十年配の超えた侍が現れ、当屋敷の家老、亀や星座門であると名乗った。会は二つの箱を開けて亀屋に見せた。片方には陶製の珍しい形をした酒瓶。片方には水晶のように透明なギアマンの足つき用配が、 五個入っていた。貝は、酒がポルトガルのブドウ酒で、甘みのあるものだから、大和の神の口に合うだろうこと、それを飲むための妖杯は、イタリーのものだということを説明した。カメヤは、礼を述べて受け取り、では、御前へ、と言って立ち上がった。案内されたのは、 急速のまとみえる十条で、上段はなく、畳廊下に沿って縁側があり、その向こうに庭の一部が眺められた。床の間には、何が自然史の書の軸が掛けてあるだけ、襖も銀ネ図の無地で、飾りらしい道具は何もなく、いかにも簡素な落ち着いた座敷であった。山戸の神は、 故障を一人連れただけで出てきた。髪が白くなっただけで、あの頃とほとんど風貌が変わらず、六十一歳という年より、はるかに若く見えた。山和の髪が儲けの座に着くと、亀や生左衛門が披露しようとした。山和の髪はそれを遮り、よし、わかっていると言って、会を見た。 久々の対面だな、春が。恐れながら、と、海が言った。お取り次まで申し上げました通り、私は矢島馬和江と申す、老人者でございます。山戸の神は微笑した。すると、目尻と唇の脇に皺が寄り、それが、年だけの老いを証明するかのように見えた。そうであった。 山戸の髪は言った。うん。いつぞやどこかで会ったことがある。いや、確かに、たびたび会ったことがあると思うが、今日はまた、何の用があって参ったのかいささか、珍しいものが手に入りましたので、お笑い草に健常方々、世間話など、お耳に入れたいと存じまして。世間話ご身分高き方々には、 思いもよらぬような、桁外れな話が世間には色い々ろいろとございます。お骨休みにもなればと存じまして、二三五広をつかむつりたいのですが。よかろう。が、まず土産を見ようかな。亀屋が立っていった。そしてすぐに、二つの箱を乗せた薪絵の台を若侍に持たせて戻り、 座敷へ入ると自分が持って、山和の神の前へ進み出た。聖左衛門が箱の蓋を開け、貝がもう一度説明し、よろしければ自分が毒味をするから、一口召し上がってはどうか、と言った。山和の神は、今日をそそられたと見え、味わってみようと言った。そこで貝は、妖怪と、 酒瓶を受け取り、一杯注いで飲んだ。酒は透明な赤い色をしていて、灰に注ぐと、コクのある方向を放った。その間に亀メが、廊下に控えている、その箱を持ってきた若侍を呼び入れた。おそらく、毒味をさせるためだろう。しかし、山和の神はそれを制して、自分も飲んでみようと言った。 俺に毒を盛るようなものもあるまい。と、ヤマの神は、酒好きを取りながら言った。また、ポルトガルの美酒を、あたら毒味薬などに飲まれては惜しい。さ、ついでくれ。葡萄酒そのものは、さして珍しくはなかったが、その酒の柔らかくこなれた甘みと、こもったような香りとは、ヤマの神の舌を、 当水させたようであった。老人の身で、と、山戸の神は言った。かように高価なものが自由になるとは、よほど内服の上に、良き手づろがあることだろうな。恐れ入ります。内服どころか、火星は火の車。今にも所帯じまいをしかねないありさまでございます。所帯じまい もちろんご存知はございますまい。これは下世話の申す言葉で、家計が行き詰まり、家主に追い立てられまして、一家親子が、散り散りに駆け落ち夜逃げなどをすることでございます。しかも、かようなものを見上げにくれるというのか恐れながら、山和の神様は、当代十全人のお一人と、 世宝に隠れもございません。と、海は言った。ご異性並々ぬ、馬屋橋様はじめ、柿老諸行大きなかにも、この美酒を差し上げ、味と香りを、とくと味わっていただきたいのは、山戸の神様、ご一人でございます。海は両手を膝に置いて、静かに山戸の神の目を見つめた。山戸の神広行は、 その目を見返した。貝の目は静かだったが、山和の神の視線には、相手の心を読み取ろうとするような、一種の力がこもっていた。うん。と、やがて山和の神は言った。この酒の味と香りは沈丁だ。これを味わいながら、話を聞くとしようか。恐れながら。 お蕎麦衆の耳には、聞き苦しいこともあるかと存ぜられますが。どばらいが所うか私は構いませぬ。けれども、話の中には、お蕎麦から好ましくないと、お差し止めの出るようなものもございますので。亀屋が席をした。聖左もん下がっておれ、と、山和の神が言った。呼ぶまで出てきてはならんぞ。 亀メはためらったが、ヤマの神は、下がっておれと言って聞かなかった。亀メヤ星衛門は、カイを見た。カイは、刺していた脇差しを取って、星座衛門に渡し、星座衛門は立って、廊下に控えていた、若侍と共に去った。庭の方から、かすかに風が吹き入ってき、食材の火が揺らめいた。 海は半ば残っている酒好きの酒を火にかざして眺めていたが、その目を上げてふと、山との髪の後ろに廃刀を捧げている故障に向けた。行こう。と、山との髪が言った。まず、ご覧を願いたいものがございます。と、えしゃくして、海は懐から放書に包んだ書状を取り出し、 故障に向かって、これを午前へ、と言った。それには及ばぬ、そのまま寄れ、と、山との髪が言った。海は膝ですり寄って、その書状を差し出したが、山との髪が受け取るとすぐに、元の座まで下がった。これはどういうものだまず、ご被験を願います。 山戸の神は逆月を置いて、包んである宝書紙を開き、中から四つに畳んだ書状を出した。そうして、食台の方へ向けて、書状を目からやや遠ざけながら読んだ。貝の目は鋭くなり、山戸の神の表情の、どんな変化も見逃すまいとするように、じっと瞳を凝らしていた。山戸の神の顔は、 ゆっくりと加わばってゆき、下唇が下がった。書状を見る目は動かなくなり、その表情には、激しい驚きと、怯えたような色が現れた。山戸の神はその書状を、急に両手で、ピタリと合わせた。その文面を、自分の目から隠そうとするような動作で、強く合わせた両手に挟まれて、神の音が、 高く聞こえた。それは、写しだということです。と、絵画、物柔らかに言った。実の証文は、別にあるとのことですが、その文面に、ご記憶はございませんでしょうか。山との神は、書状を下へ置き、返しを出して、唾を吐いた。そして、 その髪を故障の方へ投げると、きっとした目で、カを見た。俺に覚えがあるとは、どういうことだこれは、世間話でございますが、と、海イが言った。ただいまから数えて十年ほど前の夏、小石川で、猿大名の堀部神がございました。その時、不審奉行を務めていました者が、 抗議よそば衆でやられた暴行から密かに召され、今ご覧に入れました証文と同じ意味のことを告げられた上、一家一門にも心許せぬ者がいる。よくよく用心をせよと注意されたと申すことです。山和の神が何か言おうとしたが、会はごく穏やかに、そのまま言葉を続けた。 もちろん、将軍家おそば衆であられた暴行は、ただ、ご行為から忠告されたことでしょう。その不信奉行をはじめ、主家のおためを思う家臣どもは深く感銘し、ご注意に沿って家中の安定に努めました。けれども、その証文の主である一人は、己の職権を悪用して、人を先導し、無法にことを起こし、 ついには抗議のご裁決を受けなければならぬという状態にまで立ち至りました。さて、この世間話をよく考えてみますと、会は片手をゆらりと振った。その手には酒好きを持っていて、残っている赤い酒が酒好きの中でこぼれそうに揺れた。その証文は、 三十万国分与ということが目的ではなく、去る大名の家中を、紛争に陥れて、抗議のご表情にかけ、仕置き方、太り締まりというご裁決で、六十万国海域に持って行く。待て、原田、待て。と、山戸の神が言った。海は抵当して、安島風江でございます。と、微笑した。 今の一言、揺るがせならぬことだぞ。と、山との神は言った。たとえ世間話にこと寄せたりせよ、六十万国海域が真の目的であったとは、堺港ばかりでなく、幕府全体を誹謗するものだ。では、伺います。その証文は、どういう意味でございましょうか。海は坂を置いて、 静かに山戸の神を見守った。十年以前、おそば州でやられた暴行が、密かに同じ種類の忠告を与えられました。行は、三十万国分与という密約のあることを知って忠告をなされた。もちろん、その証文の他のお一人は、天下に並ぶ者なきご異性のあるお方です。しかし、 いかにご異性並ぶものなき方でも、六十万石を分割し、ご自分の円片にあたるものに三十万石を分与する、などということができるものでしょうか。山和の神は、きっと歯を噛みしめた。すると両の方の筋肉が動き、唇が白くなった。改めて、伺います。会は、 低く、静かに言った。今でも某公は、三十万石分与の密約が、果たされるとお考えでしょうか。山戸の神は、呼吸を荒くし、しばらく何も言わなかったが、やがて振り返ると、故障に向かって、下がっておれ、と言い、配当を取って脇に置いた。故障は、 入り側から去った。山との神は両手を膝にして、やや仰向きになりながら目をつむった。残念を申せ。と、目をつむったままで山との神が言った。遠慮はいらぬ。言葉を飾る必要もない。言いたいだけのことを存分に言え。海は座を滑って、両手をついた。川越の自重。 松平信綱。が、亡くなられたのは、万事二年でございました。と、海は、囁くように言った。その時、馬山志向は、五老中。自重のご意志を継ぐには、最も適したお人柄です。大和の神は、唾を飲んだ。仙台六十万石の、取り潰しが成功すれば、加が、薩摩にも、 手をつけることができるでしょう。会はそこで叫ぶように囁いた。その証文は六十万石海域にかけられた罠です。その罠は目的通りに働き、老中ご表情は目前に迫っております。私どもはこういう事態にならぬよう、忍耐の上にも忍耐して参りました。罪なくして罰せられる者。 無法に警察される者、闇討ち、地獄、幾十人となく血を流し倒れていく様を、ただ、主家大切という一義のために耐え忍んで参ったのです。しかし、そのいもなく、老中ご表情ということになりました。それも、数日うちにと、受けたまわりました。会はそこで、言葉を切った。 高ぶってくる感情を鎮めるためだろう。両手をついたまま、しばらく息を整えていたが、やがて体を起こし、両手をそっと膝に置いた。ご表情の採決によっては、一門一家諸立を合わせて、八千余りに及ぶ人数が、強度を追われ、家を失い、生きる方とに迷わなければなりません。 海は、ほとんど眠たそうな目つきで、山との神を見た。恐れながら、山との神様は、10年前、だて家のために、ご好意をお示しくださいました。この度のご表情にも、また、ご好意を願えると、信じてよろしゅうございましょうかそれともこの度は、叶いませんでしょうか海は、 ピたっと口をつぐんだ。まるで、断じていたことの糸が切れでもしたように、言葉の中途でぴたりと口をつぐみ、そのまま、じっとヤマの神の目を見つめた。ヤマの神は、写しの消紋を広げ、皺を伸ばして、看板な動作で元のように、それを四つに畳たたんだ。表情は、二十七日。 山との神は、会を見ずに行った。月番の板倉邸で開かれるはずだ。その時、この証文の実の方を持ってくることができるかその方がよろしければ。実のものに紛れはあるまいな。ご自力が願えるのですかわからぬ。今は何と言いようもない。と。 山との神は自生するように言った。だが、俺にできることはやってみよう。今思い返すと、そこで急に声を落とした。万次の折に忠告したということは、俺自身知らずして一役買ったという結果になるかもしれない。無論、幕府にそんな意図があるはずはなし、ここで六十万石を、 取り潰すなどということができるわけもないが、また、その方の懸念にも、一理はあるようだ。ご助力が、願えるのですか表情の席で会おう。と言って山和の神は、垂れぞいるか、と呼びかけ、故障が来ると、配当を持たせて立ち上がった。会はまだ見上げていい。 山との神は振り返って、海の目を見つめた。世間話は面白かった。土産の酒も楽しみにしよう。また参れ。海は、静かに両手をついた。断章、十五。まずい。この酒はなんだまずいぞ。ただいま、ただいますぐに。 内戦はまだか。ただのはまだ帰らないのか。もはや、戻る自分でございます。どうぞ今しばらく。申し上げます。スケザなんだ津田玄馬殿が、お目通りを願っております。よし、どうせ。ずっと寄れ、玄馬。辞儀は無用だ。ずっと寄れ。一つ使わそう。頂戴する前に。 申し上げたいことがございます。聞こなんだ恐れながら、お人払いを。かまわぬ。早とに隠すことはない。遠慮なく申せ。老中表情の、日取りが決まりました。いつだ女後、二十七日、月番老中、板倉港の屋敷でございます。列座の被れは老中は、坂井港をはじめ、 久ぜこ、土屋や板倉た稲葉こ、申し継ぎとして、町奉行の島田出雲の神、作事奉行の大井右江門、大目付は大岡佐渡の神、目付は宮崎助江門。以上のよしにございます。召されるのは誰と誰だ幕屋様、柴田劇、原田海、古内島の余命に、聞き役は八夜六左衛門でございます。 うん。それで、はじめに、枠屋様は境論を持ち出し、続いて家中の政治分断を訴えられるとのことです。老中は、どう扱う様子だ板倉公が枠屋様を召されました時、き、枠屋様は、六の神おため筋について述べるよう、また、原田会は、一ノ関様について弁護するがよかろう。 との内意を漏らされたと伺いました。原田に俺の弁護だとそのように承知いたしました。すると、政治問題は取り上げられんのだなうん。原田か。悪くはあるまい。原田なら悪くはあるまい。うん。早と。はっ。原田を呼びにやれ。急ぐぞ。お待ちください。 それはご無用かと存じます。どうして無用だ船岡は今、家中から睨まれており、いかなる同棲もその注目から逃れることはできません。また、一ノ関様についてどう陳弁するかは、船岡がよく心得ていると存じます。現場はそう思うか私のみならず、家中一般、世上の噂にまで明らかでございます。 うん。それは俺も聞いている。恐れながら、万、ま、々一にも、一ノ関様が非分となれば、すなわち、船岡の破滅でございます。お召しになれば、家中の疑惑を招くばかり、ここは船岡にお任せ遊ばす方が、おためであろうと存じます。分かった。ではそうするとしようが、念のため、現場から原田に伝えてくれ。 かしこまりました。俺が原田を頼みにしておる。いや、待て。うん、早と、尺をしろ。う。ただいま酒が変わります。それには及ばぬ。告げ。うん。現場、こうだ。俺は原田が抜かりなくやるだろう。と、安堵している。そう申し伝えてくれ。承知つかまつりました。それだけか アイズの中将様が、この度の件につきまして。ああ、たくさんだ。その噂は聞いている。星名公は、馬矢橋公を妬んでいるのだ。馬矢橋公が大量となり、下馬将軍とまで言われて、天下第一の威勢を張っておられるのが、気に入らんのだ。何アイズの中将殿が、いかに阻みをしても、将軍家でさえ遠慮をなさるほどの馬矢橋公に、 盾を突くことなどができるものではない。そんな噂は気にかけるな。それを伺って心丈夫になりました。逆付きをやろう。一ついれ。申し上げます。助けがか、なんだただの内禅が立ち戻りました。待ちかねた。すぐに呼べ。私はこれで、おいとまをいただきます。うん。よく来てくれた現場。 落着したら、ゆっくり祝宴を払うぞ。ご守備よろしく。大義であった。内禅、ただいま戻りました。遅いぞ、内禅、遅いぞ。もはや三時にもなるではないか。何をしていた恐れながら、どうしてもお目通りが叶なわなかったのです。目通りが、叶わぬと言葉を尽くして願ったのですが。 バカな。そんなバカな話があるか。見たびも五たびも伺った上、今日なら会おうと言われたはずではないか。大せの通りでございます。その方が聞いてきたのだぞ。虚偽の通りでございます。俺は今度出布して以来、酒井港とはまだ一度も会う機会がなかった。しかし、枠屋の訴訟が切迫している今、どうしても一度対面しなければならない。 それは坂井公にとっても必要であろうし、今日はあって、都合の打ち合わせがあるはずだった。御意の通りでございます。それで会わぬということがあるか。内膳。その方、紛らわしい口を聞いたのではないか。私は松平内どのに会いました。坂井家の老職だ那私はないけどのに面識がございます。ない貴どの次には、関力殿とも会いました。 もちろん、二人とも、私の身分と用向きをよく承知しておられ。紛らわしいような点は少しもございませんでした。それでもなお、こうは哀れなかったのか関、力殿が申されますには。どうした力が何と言った関殿が申されますには、この度の老中表情が決着するまでは、お目通りはかなうまい。とのことでございました。 それは間違いだ。それはさがいこの意志ではない。それは間違っている。側近の者たちが何か思い違えているのだ。私は二時半近くも待つ間、内鬼殿や関殿の様子を見ておりましたが、どうやらこれまでとは事情が変わってきたように見受けられました。何が変わった何がどう変わったというのだこれがかようと、確たる例は挙げられませんが、 接待の仕方もこれまでとは格段に下がり、一言で申せば、ほとんど邪魔者扱いでございました。貴様の批みだ。<laughs> 聞いたか、早藤。内善は年がいもなく、悲願んでいるぞ。酒がまずい。女どもを呼べ。いや、待て。まあ、待て。もっと寄れ、ないぜ今は大事な時だぞ。いいか、枠屋の訴訟は、俺が目当てだ。 いいかもしも俺が、万一にもこの俺が、罪に問われるとすれば、堺公も無事では済まぬ。堺公と俺には契約があり、互いに証文まで取り交わしているのだ。俺が問罪されるような場合には、その類は、必ず堺公にも及ぶだろう。公はそれを知っている。公がそれを忘れるはずは断じてない。にもかかわらず、俺を邪魔にするというのか恐れながら私は、 おのれの見たところ、正直に申し上げるより他はございません。早とより申し上げます。俺の言うことに誤りはあるまいやと、内禅は勘違いをしておる。悲願でいるのだと言ってやれ。私からも申し上げます。内禅は勘違いもせず、悲願でもおりません。何内禅がどうしたと境邸の様子は変わりました。枠屋様50分以来、境邸の応対ぶりは、 まことによそよそしく、月齢のご挨拶に上がりましても、老食に会うことさえ稀になっているような次第です。やとまでがそんなことを申すのかやと、それは事実かもう一度聞くぞ、やと。今申したことに、間違いはないかはと、あのさようなことを。構うな。ええ、構うな。の いかが遊ばします。俺は坂港に会ってくる。貴様たちでは拉致が明かぬ。俺は坂港に会って、ご所存のほどを聞いてくる。殿、しばらくお待ちください。それはもはや、無用かと存じます。何が無用だ。貴様たちは何も知らんだろう。俺が今、坂港を必要とするように、港にとっても俺は必要な人間だ。それを知らぬから貴様たちは、うろたいたことを言っている。貴様たちは役に立たぬ。 俺がじきじきにやってくる。お待ちください、殿。殿、お待ちください。話せ。話せ。俺は世港に会うのだ。それは、お考え違いでございます。それだけは、どうぞご無用に願います。話せというに、おれ。あ、殿殿、しばらく。しばらく、どうぞ。友の支度をしろ。馬で行くぞ。 断根断下。漢文十一年、三月二十七日。伊達家の麻布屋敷にいた伊達秋は、早朝に起きて沐浴し、白の下重ねを着て、朝食の禅に向かうと、枠屋から友をしてきた果樹たち、老身から古樹頭などに逆付きを回した。全部は、秋自らの献立によるもので、 前の夜から全番に支度が命ぜられ、二十七歳に酒二魂であった。次に、秋はのしめ朝上しもをつけ、出陣ののしを取って祝った後、玄関の式台前でまた趣向を出し、留守の者から友をする故生、価値の者たちにまで酒月を与えた。同じ時、本邸にある原田家では、 朝食を終わった会が、今でお組の手紙を読んでいた。それは使いの者が、開門を待っていて届けたもので、四五日前から、風気味で寝ていたかよが、夕べ医者から、端からと言われたこと。当分は部屋を締め切り、屏風を回して、風に当てないようにしなければならないこと。当人は聞き分けがよく、だだをこねるようなこともないが、 見ている自分には、それがかえっていじらしいことなど、ということが書いてあった。大事な時だから、お暇もあるまいが、少しでも糸間ができたら来ていただきたい。口では何も言わないが、かよもあなたを、恋しがっているようである。おくみはそう書いた後で、こんなことを書くのは恥ずかしいがと断って、次のように続けていた。 一作や嬉しい夢を見た。夜中に表を叩く音がするのに、誰も出る様子がない。仕方がないので自分で起きて行き、雨戸を開けてみるとあなたが立っていた。あなたは遺憾側帯で手に尺を持ち、体全体から金敷の光を放っていた。私はあまりの尊さに、ハッと頭を下げたところ、 自分が丸裸でいることに気がついた。その上おかしなことに、体の前と後ろの恥ずかしいところが、一緒になって目に見える。私は両手で、懸命にそれを隠しながら、走って寝間へ駆け込んだ。すると、表にいるはずのあなたが、いつの間にか、もう寝間に来ていて、白い寝巻きになり、髪を解いている。 私はおかしいなと思った。どの方でも寝るときは髪を解くものかしら。そんなことを思っているとあなたが振り返って、こちらへおいでと両手を静かに差し伸べた。それから後のことは書けないけれども、目が覚めてからもあなたのお体の温かい肌触りや優しくあやされたお手の感じがありありと残っていて、 虫使いたちに顔を見られるのも恥ずかしいくらいであった。つまらないことをとお笑いになるかもしれないが、私にはこの夢が幸運の前兆のように思える。あなたが遺憾即帯で金色の光に包まれていたのは、今度のことが守備よく収まって、あなたが非常な栄達をなさる、という。 夢知らせだと思う。そして手紙は、かよともども、一日も早く、おいでくださるように待っている、と、結んであった。読み終わった回は、夢の中で、自分が遺憾即帯をつけていた、というところを、方針したような目で見守った。遺憾即帯に尺を持って、 金色の光に包まれていた。奥見はそれを幸運の前兆だという。夢などは他愛のないもので、何か意味があろうなどとは考えたこともないが、今の会は不思議とその箇所に引きつけられたし、奥見の言う通り、今日の表情で全てが好転するかもしれないという気持ちさえ感じられた。 そんなことを頼ることは未練だが、しかし、今日だけは、そうあってもらいたい。かいは、何かに祈りでもするように、広げたままの手紙を持った手を膝に置いて、神戸を垂れながら、目をつむった。あざぶ屋敷では、秋の住まいの玄関先で、 祝いの坂月がようやく終わり、秋が立ち上がった。友をする者たちは列をなしてつくばい、留守の者は式台からその後ろに平伏した。秋は振り返って、式台にいる渡りクランドを見、千葉サブロベイを見た。千葉は江戸における家老で、前の夜この麻布へ来たものであった。 秋胸しげは、五十七歳であるが、早くからふけていた割に、今ではかえって若々しく見える。小柄な体つきだが、日にあけた肌はよく引き締まり、高い頬骨のあたりは、精力的につやつやとしていた。グランド、サブロベー。と、秋は、二人を見つめながら言った。俺はやがて帰るぞ。 必ず帰ってくる。だが、生きて帰るか、死んで帰るかはわからぬ。さらばだという意味が、その短い言葉の中に、脈を打っているように感じられた。サブロベイは、式台へ頬をすりつけるように平服した。秋は向き直って、しっかりと歩き出した。 ほぼ同じ頃、下馬先の境底では、つねぎのままの歌の神が、ただ一人客間に座って、宙を睨んでいた。彼は前よりも肥えているが、重みと威厳の加わった僧帽のためだろう。全体が一回りも大きくなったように見える。年は四十八歳。濃い眉と、鋭い僧帽に、今、 激しい怒りが現れてい、脂肪のにじみ出る方は赤く染まっていた。歌の神は懐紙を出し、額から量の方、顎の周りを押し拭った。髪は油を吸ってシミになり、彼は三度それを繰り返した。腹だ、カイメと、歌の神は呟いた。 かい、やはり死ね者だったな。すると、彼の方が一層赤くなった。くぜ山との神が帰ってから半時ほど経ったが、彼の耳にはまだ山との神の声が残っていた。漢文六年、大老になって以来、幕府の第一人者として、彼は思うままに生きてきた。 人に意見されたこともなかったし、まして頭を抑えられるとか、情報させられるなどということは一度もなかった。世間では彼を下馬将軍と呼び、将軍イエでさえ彼を抑えることはできない、と言われていた。だが彼は、今面上へ鋭い一撃を食った。それは、 全く予想もしない一撃であり、骨に徹するものであった。ことに、あの正門一の席の、兵部宗勝と取り交わした正門が、甲斐の手に握られているという。歌の神は、すっかり忘れていた。兵部との約束も忘れていたし、証文の取り交わし、などということは、 はじめから気にかけてさえいなかった。兵部にせがまれたので、やむなく書いただけで、そんなものが問題になろうとは考えたこともなかった。しかしそれが今、彼の鼻先へ突きつけられたのだ。表部の手から出たな。そう思ったが、念のため調べさせると、彼自身のものが紛失していた。 他にしまい忘れることはない。あの証文は、彼の真女に付属した何度の、その文庫にしまったのだ。その文庫にしまった記憶に誤りはない。にもかかわらず、その文庫の中から、その証文だけがなくなっていた。何者が、いつ、どうして。その何度は、真女の隣で、 男たちの出入りすることはない。係の老女か、彼と寝間を共にする女の他に、その難度へ入ったり、文庫の中を探したりすることのできるものはなかった。どの女だ、いつのことだ。歌の神は、女たちを思い出そうとしたが、無駄だということにすぐ気がついた。 即室と決まっているものを別にすると、かすかに覚えている女だけでも、二三に過ぎない。その夜その時の気まぐれに、真女へ連れ込んだ次女は少なくなかった。一夜きりの者も,のもいるし、二夜三夜続いた者も,もある。それらの中には、今でも勤めている者があるだろう。だが、糸間を取って去った者も,もあるに違いない。 無駄だ。と、歌の神は呟いた。昭文が彼の手に入っているのに、女の宣言をして、何の足しになるか。問題は、海の手に、昭文が握られているということだ。それは、兵部と自分の間にあるうちは、保護も当然であった。けれども、海の手に渡り、 その裏にある糸を見抜かれたとすると、保護どころではなく、重大な意味を持ってくる。知れ者め。と、歌の神は、歯を食いしめ、急に荒々しく立ち上がった。憎いやつだ。と、立ったまま、歌の神はつぶやいた。憎いやつだ。この日を前にして、人もあろうに。 山との神の懐へ飛び込むとは。くずい山との神。あの、くんしぶったじじいめ。うん。歌の神は、また返しを出して顔を拭いた。それを繰り返し、拭いた髪は丸めて捨てながら、客間の中を行ったり来たりした。血色のいい唇を引き締め、怒りの目で向こうを見ながら、 足音荒く、磨き上げた床板を踏みしめ踏みしめ、三歩行っては戻り、五歩行っては戻りした。彼の怒りは、少しも弱まらなかった。頭の奥に潜んでいた記憶は、時が経つにつれて、はっきりとその形を表し、現実よりも生々しく、はるかに誇張されて、彼の自尊心を刺激した。 ゆしまで一度、この屋敷で一度。二度の対面で、原田海は二度とも彼を翻弄した。俺はあいつの正体が見たかった。あいつの化けの皮を、剥いでやりたかった。と、歌の神は思った。だが結果は、二度とも俺の敗北に終わった。 海は身分の差だけ肩腰を折ってみせたが、背骨は曲げなかったし、腹の中は微動もしていなかった。あの時すでに、そうだ、ゆしまであった時すでに、あいつは俺の胸の中を知っていたのだ。ことは割れた。と、歌の神はつぶやいた。くぜ山との神は黙ってみてはおるまい。 彼は自分にも責任の一般があると考えている。伊達の老身どもはもちろん覚悟を決めているだろう。彼は荒い足音をさせて立ち止まった。今日の表情では、境論から始めて、家中仕置きの政治問題を持ち出すという。と、つぶやいて、歌の神は目をあげた。いざとなれば、 会はあの証文を差し出すだろう。無論、老身どもと了解の上だ。ことが割れたことは確かだ。と、彼は立ち止まったままで思った。今自分には、敵が多い。将軍補佐役の星品も、委託の内禅も、俺の失脚を望んでいる。クゼ山とトは、成長孤児というだけで。 現にここへねじ込んできたくらいだ。これでは六十万石に手をつけることはできない。今は最も情勢の悪い時だ、と彼は思った。俺にとって最も情勢の不利な時に問題が起こった。確かに、ことはバれた、と歌の神は、 自分に向かって呟いた。今はダメだ。今強行すれば、俺の手を焼くだけだ。いや、待て、本当にダメか一ノ関の欲張りは、かなりうまくやった。伊達家の内紛は、ここまで盛り上がった。彼らの方から、老中の採血をこうてきている。すっかり前立てはできている。 これでも不可能かこれでも、俺の手を焼くだけか歌の神は、きっと脇の方を見た。あの証文を忘れるな。そういう声が、脇の方で聞こえたように思ったのだ。うん。と、彼はかすかにうめいた。だてか中のナイフンは、あの一枚の証文。 すなわち、三十万石を分与するという、兵部宗勝との密約から始まっている。伊達秋、原田海良はその事実を明らかにするだろう。表情の席で、少なくとも海は、やってのけるに相違ない。彼はそこまで考えてきて、また大股に歩き出し、その足の下で、床板が荒々しくなった。ことはわれた。 また歌の神はつぶやいた。時期を伸ばそう。今はダメだ。今は不利だということは確かだ。彼は三歩行き、五歩戻った。徳川氏万代のために、仙台、加賀、薩摩の三遊藩は邪魔だ。北方と中部と南方に、これら遊藩が安泰に座っているということは、 幕府将来のために何より好ましくない。これは体に三つの癌を持っているようなものだ。このままにしておいては必ずどれかが命取りになる。例えば取り潰すことが無理なら分割して力を弱める策だけは取らなければならない。俺の手でそれをやってみせる。俺の負荷にそれをやる者はいない。 きっと俺のこの手でやってみせる。こう思いながら、彼は自分の右の手を見、柔らかな、色の白い、そして太った手を広げ、それから何かを掴むように、静かに、しっかりとその指を握りしめた。彼はまた立ち止まり、右手の拳で、左の手のひらを強く打った。よし、おみを解いてやる。 歌の神は声に出して言った。今度はかけた網を解いてやる。だがよく聞けはるだかい。網は解いてやるが、貴様にことは引かせぬぞ。ことも引かせぬ。歌も歌わせぬぞ。歌の神はご拍子ばかり黙って立っていた。それまで頭の中で渦巻いていたものが、 次第に一点へ凝集し、鮮やかな形を取るのが感じられた。やむを得まい、と、彼は方針したように呟いた。秘策の漏れるのを防ぐためには、知っているものを全部やるほかはない。会はその第一だ。彼はそれを知り、六十万国を守った。しかし、その大小は払わなければならない。 表情の席へ出る者には皆、その代償を、払わせてくれるぞ。歌の神は、五拍紙ばかり黙って立っていた。それまで、頭の中で渦巻いていたものが、次第に一点へ凝縮し、鮮やかな形を取るのが感じられた。やむを得まい、と、彼は放心したように呟いた。 秘策の漏れるのを防ぐためには、知っているものを全部やるほかはない。会はその第一だ。彼はそれを知り、六十万石を守った。しかしその代償は払わなければならない。表上の席へ出る者には皆、その代償を払わせてくれるぞ。歌の神は歩いて行って、元の席に座り、 ふみらいの上の霊を取って鳴らした。そして、いしを出して、ぐいぐいと顔をふき、それを繰り返した後、もう一度、霊を鳴らした。午前八時、伊達きのかごは、やよすがしに着いた。きはし身であるが、 老年と病弱を名目に、江戸へ着くとすぐ、市中乗り物の許しを得ていた。八代菅市の伊達唐刀海の神邸に着くと、小関禅衛門という聞き番の者が接待に出て、原田海が来ていると告げた。柴田劇と古内島はまだ見えないそうで、小関は世表通り、秋と貝が不和であると信じたのだろう。 別の座敷へ案内した。秋は一度座ってから小関に向かって会を呼んでくれるようにと頼んだ。小関は迷って今老食が挨拶に出るからと言い,い立って行こうとするので秋はその前にぜひ会いたいと強い調子で繰り返した。ちょうど同じ頃、 酒井邸では、歌の神の常井の間で、高知の神忠敬と、家老の関力と、高津早と、松平内岐ら四人が、歌の神の話を聞いていた。忠敬は、歌の神忠清の着難で、漢文五年に十四の下、去年から自重を兼ねており、父よりも背丈が高く、 眉間に感の強そうなシワが刻まれていた。歌の神は話し終わってから、四人の意見を聞いた。ただたかが、まず同意し、三人の老職も同意であると答えた。よし、それで決まった。と、歌の神はうなずいた。いつやるかは、俺が合図するが、してには誰が良いか。高津隼人が、 ただたかに言った。大田野兵はいかがでしょうか大田と石田だな。と、ただたかが言った。石田家門と野兵なら、子孫ずることはあるまい。いや、人数は五人だ。と、歌の神が言った。一人に対して、一人でやれ。迅速に、しかも断じて、子孫じてはならぬ。そこで、 五人の指定が選ばれた。岩先にも人数を伏せよう。と、忠敬が三人に言った。玄関は俺が引き受ける。若殿のお手をわずらわすのは、いかがと存じますが。いや、玄関は俺だ。と、忠敬が言った。彼らの友は少なくないだろうし、仙台の人間は、 いざとなると手ごわいそうだ。玄関は、俺が出て押さえる。それがいいだろう。と、歌の神が言った。では、板倉へ使者をやれ。同じ時、伊達演習邸では、接待の人まで、秋と海とが話していた。襖を開け放ち、人は遠ざけてやるが、 どちらもほとんど囁くように声を潜めていた。しかし、と、秋がいぶかしそうに問い返した。いつか船岡は、くぜこうも、幕府覚悟の一人だ、と言ったように思うが。申しました。今でもその点に変わりはありませんし、くぜこうを信じているわけでもございません。と、海が答えた。 宝春門院のご助言も叶わぬと聞きまして、これは敵の役へ人や込む他はないと考え、それにはクゼコウが最も良しと思ったのです。秋は遠くを見るような目つきをし、静かに頷いていった。うん。こうにその責任があることは覚えている。私はそれをクゼコウに申しました。 小石川の不審小屋から密かに松山を呼び出したこと、六十万国分よの密約について忠告されたこと、それがこの度の紛争の根となったことなど、すべてをあからさまに申しました。まず、まず、まず、と、秋は短章するように目を細めて回を見た。それは一番より、一番乗りにまさるお手柄だ。 こうはさぞかし、怒られたことであろう。カイはそっと、片方の手を翻した。秋はその様子を見守りながら、切られる覚悟で言ったな、ということを察した。激怒されると思っていたのですが、と、カイは答えた。心の中は知らず、その証文を持って、表情へ出ろ。表情の席で、会おうと言われました。 守備はどうあると思う大半取り潰しの手はずを明かしたのですから、仙台六十万石は安泰であろうと思います。確かにそう見るか。確信はできません。と、海は慎重に言った。しかし、クゼコは明らかに動揺しておられましたので、おそらく他の老中に相談されることでしょう。そこでもう一つ、頼みになるのは、酒井港の立場です。 赤い孔の立場とはは今、天下第一の異性を持ち、将軍家さえも孔をはばかられると聞いています。こういう抜きんでた異性には、必ず対立する勢力が生ずるもので、閣老の中にも、赤い孔打倒の気をうかがっているものがあるにそういないと思います。秋は、あぐらをかいて座っていたが、 その左右に開いた膝頭を袴の上から大きく掴み、唇を引き結んでじっと前方を見守った。俺は死ぬ覚悟できた。とやがて秋が言った。そのため枠屋で改名もつけたし、今朝麻布を出るときにも死ぬ覚悟だということを留守の者に告げてきた。海はそっと抵当した。 この木を逃してはならない。と、秋は続けた。堺港に対立する勢力があって、そのため、表情が中途半端にされたり、ごまかして宣言されたりしてはならない。ここは我らが、一命を投げ出して、正面から堺港と対立し、確実に、災いの根を断ち切る時だ。船岡にも、その覚悟でいてもらいたいと思う。会は 黙って木礼を返した。書文は持ってきてやるか持って参りました。秋は微笑した。レバ将軍とのつばぜり合いだ。この白髪首をかける値打ちはあるぞ。私は、穏便に済むであろうと思います。会はさりげなく言った。穏便にことが済むよう、できるだけやってみるつもりです。どうぞ枠谷様にも。 もう一辛抱、お願い申します。酒井港の出方によってだ。と、秋は強く言い返した。官人のなる限りは官人するが、恩恵に済ませるために手を緩めるつもりはない。それだけは今から断っておく。海の目に突然、がっかりしたような、激しい疲労に似た色が現れ、額に深いシワが寄った。 この度の俺の訴訟は、と、秋は、ダメ押しをするように言った。ことを穏やかに収めるのが目的ではない。これだけは、船岡にも承知しておいてもらうぞ。海は黙って、あるかなきかに会釈し,した。午前十一時頃、秋をはじめ、柴田劇、海。 古内島の四人は、八屋六左門の案内で、辰の口にある板倉邸へ向かった。そして、およそ半時ほど待っていると、堺歌の神から使者があり、表情は堺邸で開かれるから、伊達家老臣はこちらへ来るように、という口上を述べた。そこで彼らは板倉邸を辞し、大手下馬先の堺邸へ向かった。 その時、堺邸の長屋では、黒田源四郎が、机に向かって書き物をしていた。その日は非番だったので、今度も支配の松本劇に頼まれた、写し物をしていたのであるが、一休みしようと筆を置いた時、声をかけて、大田野兵が入ってきた。戸口から高い声で呼ぶので、立って行ってみると、野兵は赤い顔をして、土間に立っていた。 どうぞ、上がってください。いや、上がってはいられない。野平は興奮し、気をたった声で、首を振りながら、自分の左の手のひらを、右手でピシッと打った。今日はこれから、これをやらなければならないんだ。源四郎は、懸念そうな目をした。なんです試合でもあるんですか真剣だ。と、野平が言った。これから、 王女院で、老中表情がある。老中表情と、源四郎は聞き返した。もしや、伊達家の訴訟ではありませんかそうだ。それなら確か、板倉様の屋敷で開かれると聞きましたがね。この屋敷に変わったのだ。というのは、野兵はそこで、上半身をかがめ、源四郎の目を見つめながら囁いた。 黒田だけに言うんだが、だ達家のものをやることになったのだ。源四郎の口がゆっくりと開いた。やると言うと、と源四郎は舌がしびれでもしたような調子で聞いた。つまり、どうするわけですか震災はわからないが、彼らは後期の肘を暴いたそうだ。世間へ漏れてはならない重大な肘を暴いたので、そう言いながら、 夜兵はまた、左の手のひらを、右の手刀で、勇ましく撃った。一人残らず、これだ。伊達家の人たちをですか一人残らずだ。源四郎は、自分の表情の変わるのを、懸命に抑え、ほとんど力ずくで微笑した。大田さんを一人ですか死手は石田家門と他に三人いる。 無論大事をとってのことだろうが、俺一人で十分さ。野平は、目をギラギラさせながら、乾いた声で笑った。今日こそこの腕に、ものを言わせてみせるぞ。もちろん、見事になさるでしょう。と、源四郎が言った。私もぜひ、拝見したいと思いますが、しての中へ、加えていただけないでしょうか。それは無理だろうな。 私は、五道家に奉公して以来、長いことご恩になっていながら、未だにこれと言ってお役に立ったことがありません。源四郎は、熱心に言った。こういう大事な時にこそ、たとえ人たちでも、恩返しがしたいと思います。あなたのお計らいで、どうかしてのうちに加えてください。ダメだろうなあ。と、野平が言った。しての人生は、 若殿直々のおさだだと言うし、これは極秘に行われることだから。しかし、大田さん、あなたはご自分の義弟になろうというものに、手柄を立てさせたいとは思いませんか俺の義弟だって原子炉は、咳込むのを抑えて頷いた。いつか話されたでしょう。あなたのご歳女の妹さんを、 私にどうかというあの演壇です。俺をもらってくれるというのか。もし私が何か手柄を立て、その方にふさわしいだけの名が得られたらです。原子郎は取り入るような口ぶりで続けた。大田さんにしても、勘定場,場勤めの議定など持っても自慢にはならないでしょうし、太平の世の中では、こんな時より他に手柄を立てる機会はまたとあるものじゃありません。 ちょっと待ってくれ。いや。野兵は、不決断に首を振り、じっと瞳を凝らしていて、やがて原子炉を見た。わからない。俺は到底無理だと思うが、無理でも一応、当たってみよう。やってくれますか多分ダメだろうとは思うが、当たるだけは当たってみよう。そこもと、感情場へ上がって、何か手伝い仕事でもしていてくれ。 用事は見つかります。と、源四郎は、熱を込めて言った。大田さん、私にとっては、一生に一度の機会だということを、どうか、お忘れにならないでください。とにかく、勘定部屋で会おう。そして野兵は出て行った。源四郎は、今へ戻って、出資の支度をし、刀と脇差しを抜いて調べた。 体が震え、呼吸が速くなり、心臓の鼓動が、肋骨を叩くかと思えた。枠屋の訴訟が、老中の表情にかけられるということは、原子郎も前から聞いていた。彼の耳に伝わる限りでは、枠屋の伊達秋に表が良く、一ノ関とその与党に悪評が集まっていた。原田海も、その一味の中に数えられているらしいが、 原四郎にはその理由がおよそわかっているので、ことが明らかになれば、海の立場も了解されるだろうと信じていた。侍の道のためには、時に不忠不信の名を忍ばなければならないことがある。かつてそういった海の言葉や、その時の海の悲しげな迷色を、今でも原四郎は、 忘れることができない。老中表情が行われると聞いてから、これで全てが明らかになり、会もその困難で、微妙な責任から解放されるだろうと思っていた。それが今、全く予想もしない方向へ逆転しようとしている。抗議の肘を暴いたという理由で、秋、劇、会、島らを、この邸内で、 打ち取ろうというのだ。どういうことだろう。原子郎は、震えながらつぶやいた。あの時の証文、三十万石分与の証文が原因だろうか。おそらくそうだろう。証文そのものは、抗議の肘などとは言えないが、使いようによっては、歌の神の身体に関わりかねない。そうだ。おそらくそれが原因だ。 それで板倉邸であるはずの表情を、この境家へ移したのだ。これはやるぞ。源四郎は、立ちながらつぶやいた。間違いなく、歌の神はやる。どうしよう。もうお知らせに行く暇はない。どうしたらいいか。源四郎は、長屋を出た。しての中に、加わることだ。 歩きながら、原子郎は思った。大田野兵が、うまくやってくれるだろう。自分は新参だが、周囲の者から信用されているし、役に立つ人間だと思われてきた。だが、ことは極秘だから、野兵の口添えぐらいで、してに加わることはできないかもしれない。その時どうするか。野兵の口添えが、ダメだった時どうしたらいいか。何か方法はないか。 何か手はないか。原四郎は、息苦しさのあまり、幾度も口を開いて、大きく、深く呼吸をした。正午ちょっと過ぎに、伊達家の人々は、堺底に着いた。もし次の、島田出雲神と、大井新右衛門が出迎えて、 彼らを表座敷に案内した。その時もう、王女院には、歌の神はじめ、老中、大目付、目付らが揃っていた。稲葉美濃の神、久世山戸の神、土屋田島の神、板倉内前の神。大目付は、大岡佐渡の神、目付は、宮崎助門で、伊達家の人々が到着すると、 まもなく表情が開かれ、まず、秋が呼ばれて出た。ちょうどその時、同じ帝内の環状場では、黒田しろ郎が役机に向かって、帳面をくりながら、そのばんを弾いていた。その部屋は広く、格子で囲いをした机が、大小合わせて十にあり、 小さい囲いに二人、大きい囲いには二人から三人、それぞれのジムをとっていた。昼の前後に半時の休息があり、茶化の出るのが決まりだったが、その日は支配がジムを続けるように、と言い、感情場,場から離れてはならぬと注意した。何かあるなみんなそう思って目を見かわした。何か。 変わったことがあるぞ。老中表情が、急にこの庭内へ移されたことは、すでにみんなが聞いていた。それで休息がやめになり、部屋から出るなと言われて、勘定場の空気はにわかに緊張し、咳をするのにも周囲に気を兼ねる、という風に感じられた。原子郎は、三冊の長簿を突き合わせたり、 そばんを弾いて何か書き留めたりしながら絶えず杉戸口の方へ目を走らせていた。非番の彼が仕分け違いを思い出したからと言って急に出資したことを誰も不審に思うものはなかった。常々正金で知られていたし他の者が多忙な時はいつでも非番を返上して手伝うためその日の出資に何か意味があろうなどとは 誰一人気がつかないようであった。時は経ってゆくが、大田野兵は姿を見せなかった。源四郎は落ち着かなくなり、気が高ぶって、脇の下に汗の滲み出るのを感じた。やっぱり、ダメだったのかそれとも、ことが中止になったのか表情はもう、開かれているはずである。野兵はどうしたのだ こうしているうちにも、伊達家の人たちは、襲われているのではないか。いっそ、出て行こうか。源四郎は、そろばんを置いた。我慢にも座っていられなくなったので、そろばんを置いて立ち上がり、さりげなく、囲い格子から出た。この時、 表座敷では、王書院から秋が戻ってき、代わって柴田劇が呼ばれた。戻ってきた秋は、座敷と障子を隔てた、縁通りへ行って座った。会がそれとなく見ると、秋の顔には、激しい緊張の後の、ぐったりとした疲労の色が現れ、唇が乾いて白くなっていた。いかがでしたか 海は目顔でそう尋ねた。秋はそれに答えるように、ゆっくりと二度、頷いてみせた。まもなく、柴田劇が戻ってき、次に古内島が呼ばれた。海が呼ばれたのは島の後だったが、審問は簡単に済み、市販時ほどすると表座敷へ下がった。そこでまた、秋が呼ばれたのであるが、 秋は立ってゆく前に、回から激、激から姉妹と、順に顔を見ていった。火を発するような視線で、口は固く引き結ばれ、その顔にはもう疲労の影もなく、精悍な決意が溢れていた。柴田殿、古内殿、一言を打ち明けましょう。と、秋は、力のこもった低い声で言った。 私は個人の森は巣王と、ここにいる船岡との協力で、一の関の陰謀と戦ってきた。どう戦ってきたかは話すにも及ぶまいが、敵は一の関だけではなかった。幕との敵は大老堺公であり、公の目的は、だて六十万石の海域にあった。劇はいぶかしそうな顔をし、 島は驚愕の目で海を見た。海は黙って向こうに秋を待っているもう継ぎの大井新右衛門を見合った。もしもこの屋敷から生きて出ることができたら死災を話そうと秋は続けた。この真相が漏れたら家中は収集のつかぬ騒動になり、 内部から崩れ落ちたにそういない。それを恐れて、コナトたちにも内密にしていたのだ。しかし私は、この表情で、境港に一当てやるつもりだ。船岡もその覚悟できた。コナトたちも、今度呼ばれた時は、その心得で、審問に答えてもらいたい。問題は、一の関の悪性ではなく、 一の席に悪性を敷いた背後の人にあるということを忘れないように。そして秋は立ち上がり、海の目をひたと見つめてから静かに出て行った。柴田劇はまだ不信げに、古内島はさてこそという顔で左右から海を見守った。秋の言葉は あまりに突然であり、また事情を知らない者には漠然としていて、ことの重大さに実感が伴わなかった。ただ島はおぼろげにわかるような気がした。今度出布する前、モニアモンドから密かに告げられたこと、数日前に会を訪ねて何か役に立とうと申し出たとき、柔らかに、しかしきっぱりと拒絶されたこと、 特に、侍は自分のしたことを、弁明したり、釈明したりするものではないと思う。と、答えた会の態度などが、詳しい行くたてはわからないながら、今、秋の言ったことの意味を、確かに裏付けていると信じられた。やっぱり、そうだったのですね。非常な大事を追われ、困難な立場に立っておられると、モンドの言ったのは、 このことだったのですね。島は、そう呼びかけたかった。しかし、どうなるのです。井歌の神が、六十二万石の海域を図っていたとすると、この表情は、どうなるのです。枠屋様や、あなたには、賞賛があるのですか私たちにも、何か役立つことはなかったのですかこういうふうに、 口まで出かかる呼びかけを抑えながら、その思いを込めて、海を見守った。海は、扇子を持った片手を、投げ出すように膝の上に置いていた。左の方に、深い縦じわが寄り、唇は柔らかく結ばれている。座った姿勢も、顔の表情も。平常通り入話で、ゆったりと落ち着いていた。 船岡殿。と、柴田劇が、辛抱を切らしたように言った。今、枠屋様の言われたことは、どういう意味ですか海の答えるまでに、ちょっと暇がかかった。それから海は、ほとんど困惑したように、微笑しながら劇を見ていった。お聞きになった通り、と、申す他はありません。もしその通りなら、 劇はがめるように言った。それほどの大事を、国老である我らに、なぜ非しておられた頼むに足らぬと思われたのか会は、えしゃくして答えた。クヤ様の言われた通り、ことは極めて重大であって、どう動いても、幕府に逆手を取られかねません。ただ、うんみつに、陰謀を抑え、抑えて抑え抜く以外に、手段はなかったのです。 それは船岡殿の意見に過ぎない。いや、枠屋様と、古松山と、三人合議の上のことです。海は、忍耐強く答えた。当時は、マイヤ殿も島殿も、まだ国老職にはついておられず、他の老臣は対立不和の状態で、次々と起こる紛争を沈めるだけでも、並大抵なことではございませんでした。もちろん、 と言って、会は穏やかに頷いた。もちろん、良きりがあったら、マイど殿にも、島殿にも打ち明け、ご助力を願うつもりでいたのですが、思わぬ時、にわかにかようなことになりましたため、お話をする機会がなかったのです。理由はいくらでもあるだろうが、と、劇は不満を抑えた声で言った。かかる大事を、 国労全体に図らなかったという責任だけは忘れないでいてもらいたい。会は静かに会釈し,した。その時勘定部屋では黒田源志郎が自分の席を立ってそっと廊下へ出て行った。誰も源志郎に注意するものはなかった。気がついたとしてもおそらく 手洗いに行くぐらいにしか思わなかったであろう。廊下へ出た彼は水屋へ近づいて行き、そこにいる番の者に水を一杯と言った。番の者が棚から湯飲みを取り、水を汲もうとしていると、廊下の向こうから大田野兵の来るのが見え、源四郎はそっちへ行った。番の者は 水を汲みかけたまま、そこに立って見送っていた。野平は首を振りながら、急ぎ足に近寄ってきた。やはりダメだ、と、野平は立ち止まっていった。随分粘ってみたが、いけない。かえってこんなことを他に漏らしたというので、こっぴどく油を縛られたよ。原四郎は、唾を飲んだ。しかし、と、彼は、 かすれた声で聞いた。やることはやるのでしょうもう、その地獄なんだ。見ることだけでもできませんかと、原子郎は言った。私は一度、大田さんの立ちさばきが拝見したかった。しかも今日は真剣でしょう近くでとは言いません。離れたところでも結構ですから、あなたの立ちさばきだけでも拝見させてください。無理を言うな、と言い 野兵はキを返して歩き出した。それでなくても怒られたばかりなんだ。まあ、諦めてくれ。源四郎は、追っていった。だが、してに加えてもらうのではなく、隙間からでもいい。ただ、見るだけなんですから。表座式へ行く道さえ、わかればよかった。死分には取り立てられたが、無論まだ目見え以下のことで、 表座敷へは上がったことがないし、各役所の並んでいる建物から、杉戸口を御殿へ入った向こうは、全く不安ないと言ってよかった。せめて見当のつくところまでと思って、原四郎は野兵に話しかけながら、素早く廊下を進んでいった。すると、畳廊下にかかるところで、ダメだ、と野兵が立ち止まった。どう言われても無駄だ。 野兵はむっとした顔で言った。ここから向こうは役好きの部屋になる。咎められないうちに戻ってくれ。残念です。非常に残念です。戻ってくれ。と、野兵が言った。源四郎は静かに後じさりをした。それからごほうばかり戻って振り返ると、野兵が左へ曲がっていくのを認めた。どうする何 広くとも、江戸城ほどはあるまい。源子郎は、畳廊下の方へ引き返した。奥へは難しいが、表座敷なら、勘だけでも近寄れるはずだ。彼はとっさに心を決め、さも弱りげな足取りで、野兵の去った方へと進んでいった。普段なら、うまくいったかもしれない。三人ほどすれ違った侍たちも、別に怪しむ様子はなかったが、 中の口の番書にかかると読み止められた。邸内にも、すでに警戒の不礼が出ていたらしい。口番の部屋から二人出てきて、どこへ行くかととめた。ご家老のお部屋へ参ります。源四郎は、努めて静かに答えた。勘定部屋支配から申し上げることがあって、関様のお部屋へ参るところです。勘定場からご家老へだと。 一人が目をそばめて聞き返した。そんな順序は聞いたこともないが、どういう予見だそれは言えません。そこもとの名は、と、他の一人が聞いた。原子炉は、自分の名を告げた。おかしいですね、と、その侍が言った。そういう順は、これまでに例がないし、何かの間違いではありませんかでは、問い合わせてください。 源四郎は目の隅で辺りを見ながら言った。支配の間違いかもしれないが、私も子供の使いではなし。ダメだと言われただけで戻るわけには参りません。バカなことを言う男だな。いや、ちょっと。と、後の侍が制した。確かにそれはそうだ。何かの行き違いかもしれないから問い合わせよう。そこもとは、ここで待っていてください。 田村でもやったらいいだろう。俺が行ってくる。そしてその穏やかな侍は、廊下を右へと曲がっていった。残った侍は、原子炉を疑わしげに見やりながら、口番の部屋へ戻り、そこにいる三人ばかりの侍たちと、小かに雑談を始めた。近頃、新参者が多くなって、 ご家風もよく知らず、愚かを間違えたり、用もないのにうろうろ迷い歩くやつがある。ひとましもいい加減にしないと困る。だどということを聞こえおがしに言っていた。今のうちだ。今の侍は、家老の部屋へ行ったのだろう。戻ってこないうちに、何とかしなければならない。そう思っていると、後ろから人の来る気配がした。今、 源四郎が来た方から。どうやら五六人はいるらしい。源四郎は彼らの目につかぬように、ふすまの際へと身をすり寄せた。彼らは近寄ってき、源四郎の後ろを通り過ぎていった。見ると、人数は五人。皆、たすきをかけ、汗止めをし、袴のたちを絞っていた。してだ。源四郎がそう思った時、口番の侍たちも立ち上がってきた。 物々しい姿に驚いたのだろう。あれは何だ何が始まるんだなどと、口々に囁き合った。原子郎は去ってゆく五人の中に、大田野兵を、それと認めることができた。表座敷は向こうだな。彼らの行く方向に、その場所がある。と思っていると、カロの部屋へ問い合わせに行った侍が、右手の廊下から戻ってくるのが見えた。 原四郎は五輪のしての方へ目をやった。彼らは口番の前をまっすぐに通り過ぎ、突き当たったところを左へ、板縁の方へ曲がるところであった。よし、と、頷いた原四郎は戻ってくる侍の方へ近寄ると見せて、さっと板縁の方へ走り出した。刀がない。脇き出し,しかないぞ。原四郎は走りながら、 感情部屋に置いてある刀のことを思った。後ろで叫び声が起こり、追ってくる人の足音が聞こえた。源四郎は、まっしぐらに走ったが、叫び声を聞きつけたのだろう。廊下の向こうへ、四五輪の侍たちが飛び出してきた。行く手を塞がれた形である。源四郎は走りながら、脇差しを抜いた。乱心者だ牢関者だ わめく声が前後から聞こえ、源四郎は補足を緩めずに走った。彼が脇差しを抜いた途端、行く手を塞いでいた侍たちは崩れ立った。すると、板園の方へ去った死手たちのうち三人が引き返してき、後ろからは口番の侍たちの駆け寄る声が聞こえた。源四郎はまっすぐに走り、脇差しを構えたまま、してたちへぶつかっていった。 盾家の方々と、源四郎は絶叫した。盾家の方々暴殺ですうってがかけられますご用心くださいその時、しての二人が飛びかかった。源四郎は一人を切り、後ろを引っ張って、遺体へ走り込んだ。しかしその背後から、素早く踊りかかった一人が、両手で腰にしがみつき、源四郎のよろめくところを、さらに二人。 左右の腕へ掴みかかった。ああ、神。原子郎は前のめりに転倒しながら逆上するような気持ちで心に祈った。ああ、神。この声をあの方の耳に届けさせたまえ。彼は幾人かの力で押し伏せられながら喉も避けようと絶叫した。伊達家の方々、打ち手が行きます。 暴殺です。ご用心ください。誰かが手で口を押さえた。しろうはその手に噛みついた。やれと、とりがど怒鳴った。そのまま刺してしまえ。しての一人が刀を抜いた。その侍は押し伏せている四人の体を避けて、上からしろうの背中へさっと刀を突き込んだ。原田様 原子郎が叫んだ。振ってが行きます。振ってが。しての男は、もう一度刺した。表座敷では、秋が王女院から下がってき、代わって古内島が呼び出された。芝田劇は秋に何か問いかけようとしたが、秋はそれを拒むように。 片手の指先をそっと振り、今度もまた、障子の外の縁通りへ行って座った。劇の耳に、秋の荒い呼吸が聞こえた。走ってきた後のような。深くて、荒いその呼吸は、そのまま秋の強い興奮を表しているようであった。マイヤー。と、やがて秋が言った。心得ておいてくれ。俺は今老中に。 やがて原田海よりご覧に入れるものがある、と申し残してきた。海は自分の席でそっと目をつむった。特に、大老堺港には関わりの深い品であるが、と秋は続けた。老中諸港においてご秘験が願いたいと言った。今度王女院へ呼ばれたら、そのことを忘れないように。しかし、と劇が問い返した。 それは、いかなるものでございますか。その知らを知らずに、返答はいたしかねると思いますが。その話は後だ。と、秋が言った。返答は、俺の言葉通りでいい。劇は黙った。海は少し仰向いて、目をつむったままで、片手で懐を押さえた。これを見せればわかるだろう。だが、今はその時ではあるまい。と思った。 その時、五人の侍が入ってきた。その表座敷から一間置いた死者の間に、八や六左衛門がいて、その五人の通るのを認め、物々しい身支度をしているのに驚いて、思わず立ち上がった。五人は静かに、表座敷へ入ったが、入る途端に、みんな抜刀し、秋、回、劇を切った。回は目をつむっていて、突然肩を一刀切られ、 横に倒れながら、お<っ>と言った。切られたとは、わからなかった。棒で殴られたように感じ、倒れながら見ると、ぎらっと白人が光った。幕屋様と、カイは叫んだ。そこへ二のたちが来、脇腹に火を当てられたような衝撃を感じた。そうか、歌の神、やったな。カイはそう思った。その時、 聴力の遠くなった耳の奥で鹿の悲鳴のような声が聞こえ、貝の目に首白の姿が見えた。鉄砲の弾丸に当たって倒れ、雪しぶきを上げながら、貧しの声を上げた首白の姿が。そうして、その大きな王鹿は、雪しぶきの中から、貝の方を見た。海はその王かが、次のように呼びかける声を聞いた。そうだ。 追う者と追われる者とに、同一の条件ということはない。カイは、激しく首を振った。首は床板を打ち、すると、秋の声が聞こえた。カイは懸命に頭を上げ、秋の声のする方へと、はいよっていった。してたちのうち三人は、六左衛門を追っていた。蜂や六左衛門はこの出来事を見ると、そのまま奥へ向かって走った。 走って行きながら、老石ですお出会いください老石ですと叫んだ。しかしすぐに追いつかれ、二人の死手によって切られた。海は、秋のそばへ、はいよっていた。秋は片手で首を押さえ、片手を前について、辛くも身を支えていた。押さえている手指の下から、多量の血が溢れ落ち、それが袴を、 ずっくりと濡らしていた。カイは目がかすんでくるので、強く頭を振り、秋の手をつかんだ。爆屋様、大事の瀬戸際です。と、カイが言った。よく、お聞きください。これは、私のやったことです。わかりますか秋はカイを見た。私が乱心でやったことです。と、カイはあえぎながら言った。 坂井家の方々ではない。私が、乱心の上の人情です。秋の目が、カッと見開かれた。海は自分の目に、ある限りの思いを込めて、秋の目を見つめた。原田、と、秋が言った。喉にこみ上げるものがあり、咳をすると、結界が出た。原田、と、また秋が言った。それが、 通ると思うかこうはそのつもりです。会は愛だ。よく聞いてください。私は一の関の与党。幕屋様とは対立しているはずです。私が人情したとあれば、誰も不審には思いません。おそらく、堺港はそこを狙ったのでしょう。ここを分かってください。三人のしてが、六左衛門を運んできた。 残った二人のうち一人は、玄関へ知らせに行き、一人は秋と貝を監視していた。これで四人だぞ、と、一人が言った。五人のはずではないか、一人はどうした知るものか、と、一人が言う王い。往生いなし、と、一人が言った。彼らは興奮し、その声はすっかりうわずっていた。このままでおくのか、と、また一人が言った。その二人はまだ生きている。 とレめを誘うかいや、待て。と、一人が言った。今、若殿に知らせた、若殿の沙汰を待つことにしよう。そうだな。捨てておいても、長くは持つまい。若殿の、おさしずを待とう。と、一人が言った。この間に、秋は手を伸ばし、その手で、倒れかかるように貝の肩を掴んだ。原田、そう思うかと、秋は言った。 それを、確かだと思うか。さもなくて、これだけのことはやれません。こうは敗北を認めたのです。これは、六十二万石安堵の大償です。それなら、惜しくはないぞ。最後の矢です。これが、最後の矢です。枠屋様。と、海外行った。ようございますか。この人情は、私が乱心した結果です。 私の仕業だということを忘れなきよ。う。海は目のくらむのを感じ、激しい吐き気に襲われながら前へのめった。これらのことはごく短い時間の出来事であった。六左衛門の叫び声は表情の席まで聞こえ、古内島の審問に当たっていた人々は審問をやめて耳を澄ました。 縁側から聞こえてきたのは、尋常な叫びではなかった。言葉は明瞭ではないが、紛れもなく、返事を知らせる響きを持っていた。列座の人たちの中で、真っ先にそれと気づいたのは、久ぜ、大和の神である。大和の神は、歌の神を見た。歌の神は、全く平静な様子で、なぜ、審問が中止されたのか、わからないという顔をしていた。 何かあったようですな。と、山戸の神が強い声で言った。表のようです。見て参りましょう。山戸の神は何かを直感したらしい。歌の神が止めようとすると、板倉内前の章も立ち上がって、自分も参ろうと言った。それで、申し継ぎの大岡佐渡が慌てて座を滑り、二人の先に立って案内した。 貝は、自分の方に床板を感じ、自分がすっかり伸びているのに気づいた。まだだ。死ぬのはまだだ。まだ、しておかなければならないことがある。死ぬのはそれからだ。もう一つ、島にこのことを話さなければならない。マイは即死らしいが、島の口が違うと困る。だが、まず第一のことが先だ。 カイは目を開いた。目を開けるだけでも、非常な力が必要だった。傷の痛みはないが、体力が残りなく消耗したようで、自分の席まで這い戻ることは、全く不可能だということが分かった。枠屋様、と、カイは呼びかけた。お刺し漁を拝借いたします。秋は、うつむきに倒れたまま、食いしばった歯の間から、 激しく荒い呼吸をしていた。カイは鋭くうめきながら、ずるずると半身を起こし、秋の席の脇にある刀の方へ手を伸ばした。それは、人間の力を超えた努力で、ようやく片手が脇差しへ届くと、そのまま意識が遠のきそうになった。まだだ。と、カイは歯を剥き出したまだだ。まだだぞ、胸すけ。まだだぞ。 海は脇差しを引き寄せ、横に倒れながら、最後の力を振り絞って、それを抜いた。そこへ、山との神と内んの将が来た。二人はその座敷の無残なありさまを見ると、息をのんで立ち止まった。五人のしてのうち、大やへいと石田伊右衛門が進み出て、その場の出来事を説明しようとしたが、山との神は耳もかさずに、 いきなり貝のそばへ走り寄った。原だと、山との神は叫んだ。くぜ山との神だ。わかるか貝は、歯を見せた。くぜこうですか。お目にかかりたかった。これは何事だ。原だ。はっきり言え。何事があったのだ。私です。私が逆情のあまり。 おやつの人情です。と、秋の言うのが聞こえた。五島家の衆に落ち度はない。カイメの仕業です、クゼコウ。こやつの罪で、ダテキに類の及ばぬよう、お頼み申します。クゼコウ。と、カイが言った。秋、カイも聞け。と、ヤマの神は言った。よく聞け。ダテキのことは、引き受けた。 わかるか、秋。聞こえたか、原田。仙台、六十二万石は、反対だぞ。すると、貝の唇が緩み、わずかに白い歯が覗いた。額の皺が消え、こわばった表情が和らいで、顔全体に、微笑が浮かぶように見えた。原田。くぜばつと、貝の耳に口を寄せて囁いた。 やそしまかずえ。あっぱれよくやった。心大きなく死ぬがいい。あとは、あとは引き受けたぞ。かいが口の中で何か言った。それは、女の名のようであったが、聞き取ることはできなかった。その時玄関では、神下の肩を跳ね、墓場の桃立ちを絞った高知の神忠敬が、 片手に鞘を払った薙刀を持ち、両足を踏み開いた殺走たる姿で、玄関の外へ詰めかけている、伊達家の友の者たちに向かって、よく響く高い声で叫んでいた。騒ぐな、沈まれ。今乱心者があって人を殺傷した。死災はやがて聞かせるから、神妙に控えておれ。当家には今、 老中諸行がおられる。騒ぐ者は、罪家を免れぬぞ。冬の将。芝の両原院の法上で、住職の原札が、うのと話していた。うのは、三日前に来た。弟の虎之助が、永山へ修行に行くというので、 三月の出来事も詳しく知りたいと思い、弟の送別を兼ねて出てきたのであった。虎之助は十三歳の時、特度受戒して現地という名をもらい、増上寺の学道で学んでいた。はじめはどうかと案じられたが、彼はまっすぐに仏教へ入って行き、学道での成績も良い方なので、今度選ばれた、 一人のうちに入った。二人は永山、三人は荒野、二人は永平寺という割り当てで、現地は永山へ行くことになったのである。兄弟が別れてから九年経つ。うのは二十四、彼は十七歳になっていた。育った環境のためか、それともそういう年頃のせいか、久しぶりに会ったのに少しも打ち解けず、 一緒に三日過ごす間、話らしい話もしなかった。もっとも、彼には務めがあるし、うのは日本橋の刈谷に泊まっていて、昼のうちしか会いに来られないから、ゆっくり話すだけの時間もなかったのであるが。ただ一つだけ安心したことは、両親の死や、姉と別れた生活が、彼に悪い影響を与えていない。少なくとも、現在はそういうものが、 認められない、という点であった。幼い頃から、顔も体も丸々としていたが、包装も端かも軽く澄んだそうだし、風で寝たこともないという、背丈は五尺六寸、骨太で肉付きがたくましく、蜂の開いた大きな坊主頭など、荒法師といった感じであった。 これが永んへ行ったら、また双兵でも起こすのではないかと思う。原冊はそんなことを言って笑ったが、その時も彼は唇をきっと引き結んだまま、いかにも双兵ぐらい起こしかねないような顔をしていた。現地を見送ってから一刻余り経った。両原院にはもう腹だけの宿望はなかったが、 代々の位牌だけは原刹が隠しており、それらを本堂に飾って供養も済ませた。今は午後三時、現地が出発してから間もなく、細かな雨が降り出して、法上の前庭にある冬枯れの植え込みや、石道路や、敷石道が、その雨にすっかり濡れて、寒々と、 鋼色に雨空を映していた。では、うの殿は、あれから松山におられたのですかはい。立脇様の奥様、嬢様方がお預けになりました時おばあ様、軽月院様からついて行けと申されましたので。うな岡では、ずっとご隠居のそばにいたと聞きましたが。はい。宇野は答えた。 15の年からお世話になっておりましたから、伊達千代松様へお預けと決まった時は、ぜひおそばにと願ったのですけれど、どうしてもお許しがございませんでした。ご隠居はその時も死ぬ覚悟でおられたのでしょう。確か職を立って亡くなられたと聞いたようですが。はい。7月29日だと伺いました。 海の子四人、長男の盾脇、盾脇の子のうねめ、五歳、いおり、同歳、また、次男で、飯坂家の養子になった中次郎、三男で、平戸家の養子になった紀平次、剣持家養子に行った四男の五郎兵、以上は切腹になった。船岡の盾は結勝、家老の堀内総在門は、 会に準じて自殺した。うのは、盾脇の妻と娘について松山に行き、そこで総左衛門の巡視を聞き、景月院の死を聞いたのである。在下に仰せつけられた身の上なので、景月院の死を弔いに行けなかったのはやむを得ないが、堀内総左衛門の死は痛ましかった。総左衛門は、 原田の加盟を残すよう、伊達の一家一門、老職にまで繰り返し訴えた。伊達家にあって、原田は勇者も格別であるし、代々中勤の誉れも高い。会の乱心による罪は重いであろうが、伊達家早々よりの家柄をおぼしめされ、せめて加盟だけでも続くように、お慈悲の沙汰を願いたい。 そういう意味の単眼であった。この間、総左衛門は毎月二度ずつ、船岡の菩提寺である東洋寺に、十七日の物産を続けたが、六月十日、伊達兄弟四人と二人の幼児までが死罪になったと聞いて、同じ十六日、会に順じて死んだのであった。こなたは、 松山へ帰られるかはい。森輪様でもぜひ戻ってくるようにとおっしゃいますし、松山はおばあ様のお里でございますから。原冊は頷いて、ちょっと間を置いてから言った。三月のことを知りたいだろう。こなたの出布した理由の一つはそのことだろうと思うが、公表されたこと以外には何もわかっていないのだ。うのは、 そっと神戸を垂れた。外略を話せば、と、原刹は続けた。その日の老中表情は、板倉内前の神殿の帝内で開かれるはずであった。それがにわかに、堺邸に変更された。どうしてそうなったのか、全くわかっていない。堺邸の表情でも、秋の 原田殿、柴田殿、古内殿と一人ずつ呼ばれて審問されたという。けれども何をどう審問されたか、表情がどう動いたかということはわからない。二度か三度目の審問で、原田殿から改めて申し述べたいことがある、と申し出られた。それにもかかわらず、古内殿が呼ばれた後で突然乱心し、秋殿、 柴田殿に切りかかったというのだ。うつむいて座っているうのの両手が、膝の上でぎゅっと握りしめられた。原田殿が逆上乱心。そう言って、原札は首をゆっくり左右に振った。およそ原田殿ほど逆上や乱心などと無縁な人はない。 それはこの原刹ばかりではなく、うの殿は無論のこと、多少ども、原田殿と付き合ったことのあるものなら、誰でもよく知っているはずだ。仮に一歩を譲って、突然乱心したということを認めても、秋殿や柴田殿をどうして切ったか、という、動かせない疑問が残る。どうして、どんな理由で切ったのか。 二人を切らなければならないような動機が少しでもあったろうか。この疑問に答えられる者は、伊達家中には現に一人もいない。今、原田殿を逆進と呼んでいる者でさえ、その動機を指摘することはできないのです。原刹は、高ぶってくる感情の静まるまで、天井を見上げたまま黙っていた。 古内殿はその場を見ておられる。やがて原殺は話を続けた。私は古内殿に会って、その時のことを詳しく聞いた。その話によると、古内殿が王女院から駆けつけた時、事の起こった表座敷には、境邸の家臣が五人いたという。彼らはその座敷で相当が起こったのを聞きつけた。 それで来てみると、四人が互いに切り結んでいる。王女院には、老中諸行の表情があり、大事に及んではならぬと思ったので、四人を切ったと言っていたそうだ。検察はそこでまた、口をつぐんだ。この経過は、自然とは思えない。検察は、一人ごとのように、 低く潜めた声で言った。公表によると、原田のは即死、秋た柴田はちや六いも門の三人は重傷であった。やがて秋のが絶命、ついで柴田のが死に、六いも門はその夜半に死んだ。この間に、それぞれのゅうが、主人を引き取りたいとくたびも申し入れている。 自宅へ引き取って治療したいからと繰り返し申し入れたが坂井家ではそれを拒んだ同胞で治療をするから心配には及ばないと言い混乱を避けるという口実で合わせもしなかったそうして四人は死体となってから初めてそれぞれの家獣に渡されたのですうのは目をつむったまま 微動もせずに聞いていた。私はこれらの始終を、育十度となく考え合わせてみた、と、原察はまた続けた。三月の出来事についての、公表は真実ではない。少なくとも、三つの点に大きな疑問がある。第一は、表情の場所が、 板倉邸から坂井帝にわかに変更されたこと。人情の場に坂井家の侍たち五人がいて、騒ぎを沈めるために四人を切った、と述べていること。第三は、秋戸の初め四人を死体となるまで邸内に留めておいたこと。以上です。原刷は、 深く息を吸い込み、それをゆっくりと吐き出してから言った。古内殿が駆けつけたとき、秋殿はその手を握って、カイメが乱心して、このありさまだ、と言われたそうです。カイメの乱心だ。しかし、そのためお家に類は及ばない。お家は安泰と決まった。後を頼む。 そう言われたとのことです。そこで原刹は長いこと沈黙した。彼は明らかに何事かを言おうとし、言うべきか否かに迷っているようであった。老熟した彼の顔には、毒々しいほど辛辣な色が現れ、力を込めて歯を食いしばっているためだろう。たくましい方の肉が、 脈打つように動くのが見えた。秋殿の言葉は単純ではない。原田殿の安心を認め、だが、お家は安泰と決まったという。この言葉は何かを暗示している。前に話した三つの疑問と、秋殿の最後の言葉とは、この出来事の裏に、 何か隠された事実のあることを示しているようだ。原刹は目を上げて、誰かに問いただしでもするように言った。何があったのか、何が隠されているのか、原田殿はなぜ逆信と呼ばれなければならないのか。うのは両手の指を組み合わせた。 一の席は漢学の人だ。それを疑うものはないだろう。と、原殺は、ほとんど通分の口ぶりで言った。一部の人々は、原田殿が、兵部胸活の悪性に、組みしていたという。その兵部の悪事を、枠屋殿が撤血されたので、原田殿が人情に及んだとも言われる。しかし、 兵部宗勝とその家族たちは、所領没収の上、諸家へ預けられただけだ。兵部は、松平土佐の神に預けられたが、淵米五百票衣類代銀一貫三百門目、果重七人にも銀三百五十門目ずつが与えられることになった。一の神正置は、武前の小倉へ預けられ、 また、ぶ、部、一のみらのいしも、百人ぶち、二百人ぶちをつけて預けられている。もしう部が、陰謀の発に人であるなら、原田のより、罪が軽いという道理はない。原田のでは、さいの孫に至るまで、男子はことごとく死かめ名も断絶した上、一人しんのめ名をおわせられた。 兵部は盾一門。原田殿は家臣だからであろうか。いや。玄察は重々しく首を振った。いや、そうではない。三月の出来事は万事の大変に繋がっている。綱宗様に対する筆足の沙汰が、境邸の表情にまで糸を引いているように思う。 表に現れたこととは全く別なところで、何か、強大な力が働いていた、というふうに思うのです。その点を正してみたが、古内島は何も言わなかった。秋も回も激も、六左衛門まで死んでしまったし、古内島は生き残った唯一の証人であるが、これも、 人情の場にはいなかったため、秋から聞いた言葉の他には何も知らないというばかりであった。突き詰めたところ、原田海が逆心であった、という漠然とした表示以外には、これが確かだ、という証明は一つとして存在しないのであった。私に言えることは、 これだけです。厳冊は、恥じるように神戸を垂れた。古内殿は、何か知っておられるかもしれない。また、何も知ってはおられないかもしれない。ただ一つ、仙台六十二万石が安泰であるという事実。兵部胸活が追われて、伊達家の家婚がたたれたという事実だけは、 現に我々の目で見ることができます。原察は口をつぐんだ。言いたいことが胸いっぱいに詰まっていて、それをどう言い表したらいいかわからない、という様子であったが、沈黙しているうちに、やや心が静まったのだろう。大きなため息をつくと、日よけの火を見ながら、喉の奥で、 そっと笑った。こんなことを、原田殿に聞かれたら、さぞ笑われることでしょう。と、原札は、あっさりした調子で言った。ごぼう。と、彼は、会の口真似をした。ごぼう、何をそう生きり立つのだ。まあ、お重ねなさい。もう一つ参ろう。 玄札は、逆を指す手真似をし、もう一つ参ろうと、繰り返しながら、急にガクッと、首を折るように後部を垂れた。うのの握り合わせた手指に力が入り、指の関節から血の引くのが見えた。玄札は、たくましい肩を小刻みに震わせ、両手でその顔を覆ったが、やがて黙って立ち上がると、 力の抜けたような足取りで、方丈から出て行った。宇野はそのまま座っていた。原刹の話を聞いている間に、話の内容とは関わりなく、会の姿がありありと目に浮かぶように思われた。境邸の出来事が公表された通りであるにせよ。 裏に隠された真実があるにせよ、今のうのにとっては、さして関心はなかった。うのは早くから、会が何事か出そうとしていたのを知っている。会は多忙で、話し合う機会もそう多くはなかった。二人だけになっても、政治向きの話などはしたことがない。けれども、十一年この方、見たり聞いたりしたこと。 軽月院の様子や、会の身辺に起こった数々の変化は、会が何事かなそうとしているということを明らかに示していた。それが、三月の出来事になったのだ。伊達家の安泰、長い間、災いの種であった一ノ関が覗かれ、伊達六十四万石と、 多数の家臣たちの将来が安全になった。もしそれが多年の念願であったのなら、どういう死に方をしようと、世評がどんなに悪かろうと、会にとって全く問題ではないであろう。おじさまは晴れがましいことや際立つようなことはお嫌いだった。 うのはそうつぶやいてから、ふと自分が法上の中に一人でいること、検察は戻ってきそうもないことに気づいて、そっと立ち上がった。広縁に出て、左へ曲がった。渡り廊下を渡ると、向こうは一段高くなっており、伊達家の人々の宿坊が並んでいた。 白い障子を刺したそれらの座敷に沿って、高廊下を行き、もう一度左に曲がると、原田家の座敷の前へ出た。うのはそこで立ち止まって、暗くなり始めた庭の彼方を見た。そこに、モミの木があった。彼女の目は、苔のついた石道路の。 境の土塀も見ず、まっすぐにそのもみの木を見た。九年前に見た時と、さして違ったようには思えなかった。幹も太くなり、竹も伸びたが、他の木のようには育たないのであろうか。うのはそっと何かを驚かせまいとするように、忍びやかにそこへ座った。 うのが高廊下へ座ったとき、細かな雨の中に白いものがちらちら混じるのが見えた。おじさま。うのはもみの木に向かって口の中で囁きかけた。うのでございます。眺めているうちに白いものは次第に多くなり、そのため黒々と枝を張ったもみの木が、 はっきりその姿を表すように思えた。私はこの木が好きだ。初めてここで会った時、カイはそのモミの木をうのに見せていった。この木を大事にしておくれ。その時のカイの柔らかな声や白い歯の覗く優しそうな顔が今でも記憶に深く残っている。 そうだ。その次にやはりここで、この廊下で、かいと自分は、あのモミの木を見た。その時は、今のように雪が降っていて、自分はあの方に抱きついた。おじさま、生きていらしって。抱きつきながら、そう言ったのを覚えている。あの時自分は、 幼い者の,の本能でもう何かを感じ取っていたのだろうか。いいえ、そうではない。そんなことを感じたのではない。自分はただ別れることが悲しかった。あの方が船をかえお帰りになるというので心細さと悲しさでいっぱいだったのだ。雪は次第に激しくなり、 もみの木の枝が白くなった。空に向かって伸びているその枝枝は、今、雪を着て、りんと力強く、くれかかる光の中に一人、静かに、しんと立っていた。おじさま。うのは、思いを込めて呼びかけた。すると、もみの木がぼーっと滲んで、そこに、 海の姿が現れた。彼の最も好きな、コンゾメの朝の傍らを着、右手に刀を下げている。確かに、コンゾメの朝の傍らだ。うのは微笑した。海の姿がそこに現れたことを、少しの不自然さも感じずに受け入れることができ、うのはもう一度微笑しながら言った。 おじさま。カイが、うの、と呼んだ。うのと呼ぶ声が、現実のように暖かく、懐かしい響きをもって聞こえた。そして、カイはうのを見つめながら、極めてゆっくりと、静かに、こちらへ近づいてきた。うのは言いようもなく激しい、感動的な幸福感に襲われ、 自分の体の底が湯でも溢れ出るように、暖かく潤い濡れるのを感じた。海はもう、うのの前に来ていい。うのは海の方へ、両手をそっと差し伸ばした。皆様ご視聴、ご苦労様でした。もみの木は残ったわ、周五郎先生の最長の物語だったので。 30時間に近い大変長い朗読になりましたね。朗読を始めてもう1年が経ちましたが、吉川英治の宮本武蔵と並んで最長期間の朗読になりました。ちなみに武蔵はまだまだ終わらないです。すっげえ長いっすね。読み方もこの期間に色々変わりましたけど、マイクも変わりました。最初に使ったのは家に転がっていた2000円ぐらいのマイクでしたので、 何もわかってなかったですね。ですから最初の方のもみの木の連載を聞いて、あれスマホ壊れたって思う方いらっしゃるかもしれませんけれど、壊れてないです。マイクが変わったんですね。もみの木は残ったわ。歴史上の史実を元にしているんで、本当の原田海がどんな人だったかはわからないですよね。伊達の黒箱みたいなのも維新後に出てきたそうですけれど、まあ、 真実は闇の中です。作中の中で原田海は、伊達秋が幕府に訴え出ようとするのを何とか止めようとするんですが、漢文事件の30年ほど前に、池駒騒動という伊達騒動に近しい事件がありまして、その時は、訴えられた方が死罪。言ってみれば、訴えた方が勝った。今回で言えば、原田秋側が勝ったことになりますが、 訴えた方も、大名お預けとなって、主君も領地召し上げ、17万石ほどだった領地も、1万石に威風されてしまったという事件がありまして、だから海が止めたのも当然なんです。判例があるので。山本周五郎にとって、原田海というのは理想の男だったんだそうです。日本経済新聞に連載されて、 大変な評判を読みまして、その割に途中で打ち切りになって、第四部は書き下ろしで仕上げる羽目になったと。その頃はまだ出版社に対して無理を言えるような立場には作家としてまだなかったということで、打ち切りになってしまった作品は他にもいくつか見受けられます。作家として盤石になってからは、例えばサブのように短編に近いから5回ぐらいかな。 なんて言っていたものが、終わってみたら数倍の分量になっていた、みたいな話もあるんですが、まあ、面白けりゃいいです。今週日曜からは、国編歴の連載を始めたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。とうとう、これを言うことになってしまったんですが、 山本周五郎を咲く、もみの木は残った。これにて、読み終わりでございます。